はようございます。じゃあ今日はパールの方やります。カリキュラムはチェルの時と同じような感じの流れできます。変数やって、あと if 文とか繰り返し処理とかやって、で最後に大きめの課題を書いていただくという感じでやってますので、そうですね、昨日シェルやったばっかりですのでちょっと混乱しないかなっていうのを心配してます。同じようなことをちょっとだけ違う言語で書くので、それがアドバンテージになるかちょっと足引っ張るか心配なんですけど、シェルとの違いなんかもご説明しながら進めますので、でご不明な点ありましたらご質問ください。あと補足もまたぜひ皆さんしていただければと思います。はい、で今回ですね、今回もテキスト穴埋めになってますので、講義中で穴埋め埋めていきますので、どうぞ補足してください。あとクイズもまたご用意しました。で実習もいくつか入れてますので頑張ってください。はい、でこれも昨日と一緒ですね。講義、こちらの講義資料にしかないページは星がついてます。で今見ていただいている資料はクイズの回答ですとか穴埋め埋めたものとか全部入ってるんですけど、講義終わりましたらこちらの完全版を門田先生のページに再度差し替えていただこうと思っていますので、またそちらもご覧ください。はい、で講義の流れですね。最初にプロローグがありまして、パールとはっていうパールの全体の説明をしまして、で変数、配列、引数、ハッシュっていうようなデータ入れ物のお話をした後に、シェルの時と同じように条件付き処理と繰り返し処理についてやります。で、シェルではやってなかったんですが、パールだとファイルの読み書きが結構使うと思うので、ファイルの読み書きについてやりまして、で最後シバンって、あれですね、頭のびっくり、シャープ、ユーザービン、バッシュみたいなやつのパール版の説明をして、最後に正規表現、この正規表現があるからバイオでパールがまだ生き残ってるんじゃないかと個人的には思ってるんですけど、その正規表現というもののご紹介をしまして、最後にまとめ、エピローグでまとめたいと思います。はい、でちょっと私の講義は最初にプロローグがあるんですけども、あなたは解析担当者です。でシェルスクリプトを使いこなして毎日効率的に解析しています。突然一本の電話がかかってきました。で今度の依頼は、この間はどうも、今度はソフト C の結果を D というソフトにかけてもらえるかなという依頼がありました。であなたはソフト D について調べました。そうすると、C の結果を入力するソフトなんですけれども、ちょっとC の出力フォーマットをそのまま入れられない、ちょっと手を加えてあげないといけないっていうことが分かりました。これじゃあ D は実行できないじゃないかと頭を抱えました。でちょっと下灰色で書いてますが、バイオインフォのソフトウェア、無料で高機能でいいものがいっぱい出てるんですけれども、で入力するファイル、出力ファイルのフォーマットだいぶ共通化されてきてるんですが、結構まだソフト独自仕様なものが残っていて、BAM は BAM ってマッピング結界のフォーマットで BAM とかっていうのがあるんですけど、 BAM は BAM だけどこのソフトが出す BAM はちょっと癖があって他のソフトにそのまま入れられないみたいな、ちょっとこれを削ってあげないといけないみたいなのが割とあるんですね。 そういうような時に、パールを使うとフォーマットを変換できるかもしれないよっていう天の声がありまして、でじゃあパールやりましょうっていう。でパールとは、プログラミング言語ですね、オープンソースですね。で、弱点としましてはあんまり速くないです。高速な処理には向きませんが、比較的手軽に書けることと、あとテキスト処理が
得意なところで、バイオインフォマティクス業界でよく使われています。はい、でパールですけれども、緩い言語と言われています。同じ処理をいろんな書き方で書けてしまいまして、例えばちょっと極端なことを言うと、10人の人が同じ処理をそれぞれパールで書いたら、同じものは1個もできないんじゃないかなと思うぐらい、いろんな書き方ができてしまいます。で、例えばのクイズ、この後出てくるんですけども、このクイズも弊社社員で手分けして書いたので、結構クイズによって書き方が違って、前は例えば変数に値入れるのはこうやって書いてたけど、今はこうやって書いてるねみたいな、なんか同じことでも結構違う風に書けてしまいます。なので、回答例出てきますけど、回答例は一例ですというのと、こう書くともっといいのではっていうのが ある方はぜひ、時間たっぷり今日もありますので、言っていただきたいで、シェアしたいというのがあります。なのでパールって結構人が書いたパールスクリプトを読むの大変だと思ってます、個人的には。すごい短縮するのが美学っていう、もうなるべくこう文字数を少なくした方が勝ちなんだみたいな風に書いた人のパールプログラムなんて、もうちょっと呪文みたいになってたりしますし、いや私はちょっと行が長くても丁寧に書きたいんだっていう人のはすごい行が長かったりして、なかなか落としどころが難しいところで、その個人個人の美学がある言語なので、そういうもんだと思ってください。で、昨日シェルスクリプトやったばっかりで、よく聞かれるのが、昨日もご質問多分最後の方にあったんですけど、パールとシェルどう使い分けたらいいのっていう、どっちもやらないといけないのっていうのをよく聞かれるんですけど、ちょっと複雑なことをしたかったらパールの方が多分楽に書けると思います。頑張ればシェルでも結構いろいろやれると思うんですけど、そうですね、割と被ってると思います、やれることが。はい、でちょっと私の意見ですけども、パールをこういう時はパールを使った方がいいよっていう場面を2つ挙げました。1つ目がさっきのプロローグでもありましたけれども、ファイルフォーマットの変換ですね。これバイオインフォの世界だと割と避けて通れない問題なんですけど、これちょっとマニアックですね、いきなり例があれですけど、バムフォーマットをベッドフォーマットに変換みたいな時にパールかけるといろいろ楽にできます。で、ただメジャーなフォーマット間の変換であれば、割と探せば変換するパールスクリプトとかプログラムを公開している人も多いので、それがちゃんと動くか信用できるんだったらそれを使っちゃうっていうのも手ではあります。あとは結果ファイルの独自解析で、オープンソースのソフトいろいろ実行して結果が出たのはいいんですけど、その中からちょっと絞り込みをするとか、ちょっと独自の加工をしたいとか、そういうことをしたいときは、パール自分で書いた方が、書かないといけない場合が出てくるかなと思います。で、例としては異なるソフトの出力結果をマージとかですね、もっといろいろあると思いますけど、はい。で、ちょっとまずは日常会話からって、ちょっと本講義のスタンスみたいなものをご説明しておきますと、これ例としては、英語が苦手な人が突然来月海外の学会に行けって言われちゃったっていう例を持ってください。これちょっと実は私なんですけど、来月ちょっと海外の学会に行かせてもらうことになって、でも私英語そんな得意じゃないんですよね。で、じゃあどうするかっていうと、じゃあ今からもう向こうの人とネイティブに渡り合えるぐらいの英語力を身につけようと思っても、ちょっともう間に合わない、今からだと無理だなっていうのは分かっていて、じゃあとりあえず飛行機乗って学会会場まで行けて、学会参加に必要な最低限の英語力を身につけよう、
ていう、もうとりあえず使うところからやろう、それしか間に合わないっていうのが現実的な対策だと思うんですよね。で、私今そういう本とかばっかり読んでるんですけれども、パールも今回のパールもそういう感じで考えていて、多分分かんないですけど、ここにいらした方っていうのは決してパールをこう言語学として極めようとしている方ではないと思っているんです。バイオの解析とかが本当のお仕事で、それに必要なエッセンシャルなところのパールのテクニックをまずは最優先で知っておきたいっていう方かなと思っているので、まずは日常会話からとありますが、とりあえずこの辺押さえておけば簡単な解析できるよっていう重要なところを今日は多分説明するのでいっぱいだと思うので、そこだけは覚えていっていただければと思います。で、英語というか外国語もそうだと思うんですけれども、とりあえず喋ってみましょうということですね。で、喋って通じたら嬉しいじゃないですか。なのでパールもとりあえず書いてみて、で実行できたら通じたっていうことなので、通じたっていう嬉しいなって、もっとじゃあこういうふうにしてみようっていうふうになっていただけたらすごく嬉しいです。はい。で、パールですごい複雑なプログラム書くこともできるんですけれども、とりあえず1日という限られた時間ですので、バイオの解析を行うのにこの辺は押さえておいていただけるといいかなっていうところを優先的にご紹介したいと思っています。で、ちょっと私が想定しているのがこんなような方で、とりあえずパールの雰囲気知りたい、パールってコード見たことないんだけどどんな感じで書くのっていう方に、ああこういう感じなんだねっていうのを知っていただきたいというのと、あとこれ割と下の方あると思うんですけど、共同研究者の人とか前のやってた人とかがパールスクリプト残してたけども今よくわからないで動かしてるけど、ちょっと何やってるのか理解したいし、何だったらちょっといじって使えるようになりたいっていう、そういう方、そういう感じの方をターゲットに考えてます。はい。なのでちょっとガツガツ自分で書きたいんだみたいな方には物足りないかもしれないんですが、ご了解ください。はい。で、パールもですね、シェルスクリプトと同様にテキストエディターで書いていただいて、で実行するという流れでやっていきます。で、テキストエディターは昨日使っていただいてたみたいに Gedit とか Vi とか Emacs とか好きなもので大丈夫です。で、今度はパールスクリプトは拡張子を .pl にしてください。あとは、実行する時のコマンドがシェルスクリプトは昨日バッシュで実行してましたけれども、今日はパールというコマンド、パールの後に作ったパールスクリプトなんとかかんとか .pl っていうふうにして実行していただく感じになります。はい。では、まずですね、仮想環境を起動していただきたいと思います。で、起動していただきましたら、今日はホームディレクトリーの下にアメリエフであると思うんですけど、その中のパールっていうディレクトリーに移動してください。で、今日はここで全部行います。はい、大丈夫そうでしょうかね。ちょっと起動、まだ起動中の方はゆっくり起動していただいて大丈夫です。で、今日使うテストデータなんですけれども、昨日使ったシェルスクリプトで使ったマイクロ RNA のファスタファイルを今回も使おうと思っていまして、やっていただきたいのが、シェルのディレクトリーからこの2つのファスタファイルをパールのディレクトリー、今移動していただいたパールのディレクトリーにコピーしていただきたいと思います。で、ちょっとコピーするコマンド書いておきましたけれども、今パールにいるので
パールの1個上がって1個下がったシェルっていうところにある拡張子が FA のファイルを全部ここにコピーするというコマンドを実行していただければと思います。パール使ってるよって方どれぐらいいらっしゃるんですか今日。ああ、結構いらっしゃいますね。あ、パール使ってるよって方もう一回お願いします。使ってるよ。パールで何やられてますか。あ、すいません、シミュレーションとか、はぁ、ファイル変換とかいろいろ使って、いろいろ使、ファイル変換とか、あ、そうなんですね。そのテキストフォーマット変えたりとか、あとはそのなんだろう、同じプログラム、大量のファイルとか。ありがとうございます。やっぱりそういう感じなんですかね。なんかちょっと変わった使い方してる人いるかなと思って。はい、で今日の一応達成目標なんですけれども、パール、こんなパールスクリプトを書いて実行できるようにしましょうっていう目標が1個あります。昨日シェルスクリプトでマチュア .fa っていうあのファイルから特定の配列切り出すっていうのをやっていただいたんですけど、あの人に早い方はその後ウェブロゴとかかけていただいたと思うんですが、これが あのファスタが、配列が複数行あるとグレップで取ってこれないっていうのをご紹介したと思うんですね。はい、でああいうような場合にもう単純にあのグレップでヒットした行の後ろ1行とかっつってあの自動的に取ってこれないようなやつはもうパールであのなんかちょっと考えるような処理書いてあげないとデータ抜き出せないんですね。ということであの今日は、配列の延期が長いやつ、複数行にまたがっているヘアピン .fa っていうファイル、こっち使いまして、あのこちらが指定した特定のマイクロ RNA の配列を別のファイルに切り出すっていうのをパールスクリプトでできるようにしたいと思います。で 割とまあその辺にあのバイオで必要なところ、エッセンシャルなところが詰まっているかなと思うので、はい、やります。なのであのマチュア .fm もコピーしてもらったんですけど、そっち使わないかもしれないですね。はい、で、パールの記述ルールです。まず1個目、あのシェルスクリプトですと文字列を出力するのに何ていうコマンドを使ってましたでしょうか。エコー、ありがとうございます。でファイルだとあの同じようなコマンドがあるんですけど、名前が違ってプリントというコマンドになります。でもう一個あの違うのが、プリントって実行した後文字列指定した後に行末にセミコロンをつける必要があります。これパールのルールで、あの1個の処理を書いた後にあのお尻にセミコロンをつけてあげないとコマンドが終わったっていうふうに判断されないので、あの日本語のなんとかでした丸みたいな、あの締めてるっていう感じだと思ってください。このセミコロンがないとエラーになります。あとはあの全角の記号ですとか全角の空白は使えないので、コメントの中だと使えるかもしれないんですけど、あのプログラム中ではエラーになると思いますので、全部半角で書いていただくようにしてください。ではあのもう早速どんどんいろいろ書いていただこうと思いますので、1個目の実習のご説明をします。このパールスクリプト、パール 1.pl を書いて実行してみましょうということで、中身1行だけですね。プリントダブルクォーテーションハローで後ろセミコロンっていう1行を書いていただいて、それをパールコマンドで実行していただいて、どういうふうな結果が得られるかご確認いただけますでしょうか。じゃあこれもそうですね、ちょっと様子見ながらですけど3分ぐらいでお願いします。はい、あ皆さん終わったみたいですね。じゃあちょっと
まああれですけど、せっかくなのでやってみます。あ、パールか。パール1.pl でプリント、ハロー、はい、実行してみますね。パールでパール1の PL、 はい、ごめんなさい、ちょっとハローって出ました。で、あのちょっとこれ今 Z シェルなんで、あの分かりづらいんですけど、実は、パールのプリント関数って、あ、お尻に開業してくれないんですね。ちょっとごめんなさい、あのバッシュだと分かりやすいんで、ちょっと一回私バッシュに切り替えてやりますけれども、パール、あのこれ分かりますか、パール 1.pl の実行結果がここに出て、もうその次のあのこれがあのこっちに出ちゃってて、あの開業してないんです。結果が開業してなくって、シェルスクリプトのエコーはエコー文字列で、あの勝手に出力した後開業を入れてくれてたと思うんですけど、パールのプリントはあの特に開業とか入れないので、自分で開業したい場合には、開業コードを書く必要があります。で、ごめんなさい、これちょっと何ページか後にあるやつ早めに言っちゃいましたけど、もうあの出してあったのでご説明すると、開業コードって、キーボードに円マーク、円マーク見つかりますか、だいたい右上にあると思うんですけど、でちょっとあの円マーク本当によってはあのバックスラッシュになっちゃうんですけど、これ円マークもバックスラッシュも同じものです。で、円マークの後に N、 アルファベットの N で書いていただくと、これが開業っていう意味になりまして、これで実行するとあのハローってやった後開業入ります。ちょっとすみません、 Z シェルだとあんまりあの分かんないですけど、多分このパーセントが取れると思うんですね。で、今ハローって出しましたけれども、じゃあハローじゃなくてバイと出力するにはどう変更したらいいでしょうという質問ですが、まあこれはあのこのダブルクォーテーションの中の出力する文字を変えればいいですねっていう話なんですけど、ここであの変数のご紹介に入ります。変数使うとあのこういう値入れておくといいよっていう話になりまして、変数でも昨日やったシェルスクリプトの変数と、まあ、目的は一緒ですね。値を入れておくもので、あの変数使うことによって値変更したりするのが楽になるよっていうメリットがあります。ただ、パールで変数使う時の書き方、代入の仕方とかがちょっとだけ違うので、そこをご説明します。パールで変数に値を入れる場合は、これもちょっと今こういうもんだと思ってください。my って書いて、ドル変数名イコール値でセミコロンって書いてください。で、シェルスクリプトだと変数名に値入れるときにはドルつけてなかったと思うんですけど、パールだともう常にドルがつきます。で、呼び出すときはあのシェルスクリプトと一緒で、ドル変数名ですね。で、この my って何ですかって聞かれるんですが、これちょっと説明をしようとすると結構ややこしくなるので、現時点では最初に変数使うときには my をつけてくださいっていうぐらいにさしておいてください。で、ちょっとスコープとかそういう話が出てくるんですが、ちょっと後でご説明します。はい、では変数使ってみましょうということで、さっき作っていただいた parl1.pl をコピーして
parl2.pl にしていただきまして、内容を変数を使うように書き換えていただきたいと思います。で、parl の時はシェルの時と違って代入する時のイコールの前後に空白が入っても別にエラーになりませんので、ちょっと入れた方が見やすいようだったら入れていただいて、その辺はお好きなようにしてください。で、書いて実行してみてください。じゃあ実習にちょっとやってみます。出力するメッセージをメッセージという変数に入れて、それをプリントしてますね。変数を使ってます。パール1をコピーしまして、パール2にしまして、それを編集して、倍いいか、こんなようにしていただいて、開いとこうか。パール、パール2、あ、ごめんなさい、移動してなかったです。はい、そうするとバイって出ますね。で、変数の名前、昨日シェルの時にも聞かれたんですけれども、パールの場合は一文字目、あれ、どうだったかな、ちょっとごめんなさい、厳密じゃないかもしれないですけど、無難にこうつけとけばいいよっていうのはシェルの場合と一緒で、ちょっとごめんなさい、小さいですね。変数名の一文字目はアルファベットにしていただいて、数字は二文字目以下にしていただくのが怒られないかなと思います。で、アンダーバーとかも使えます、ハイフンも使えます。で、ちょっと厳密なルールは確認して調べていただいた方がいいと思いますけど、あんまりなんか変な記号とかは使わない方がいいと思います。あとはやっぱり分かりやすい名前にしていただくのがいいんじゃないですかね。はい、実習2について変数出てきましたけれども、ご質問とかありますでしょうか。最初に変数を定義するときに、はい、ダブルクォーテーションで囲んで変文字列ですよって言って、次プリントでまたダブルクォーテーションでくくってて、はい、それは2回ダブルクォーテーションでくくってると読み込んでるのか、なんか、そういうことは特になくて、2回やってるのがなんかダブってはないのかなっていう。そうですね、最初のまず1個目の変数に値入れるときにはダブルクォーテーションで囲っていただきたいんですね、文字列入れるよっていうことで。プリントの対象はちょっとここダブルクォーテーションで囲ってるのは開業コードがダブルクォーテーションで囲ってないといけないので、今それ入れちゃってるんですけど、ちょっといろんな書き方できちゃうんですが、こういうのでも大丈夫なんですね。変数自体は囲わなくても大丈夫なんです、使うときは。
なので、変数を含めて、でもあの変数以外の改行コードとか、あとベタな文字列とかも一緒にダブルコーテーションで囲っちゃって一つの文字列にしちゃいたいって時は全体を囲うんですけど、こういうふうにあのコンマとかでつなげていただくと変数自体はもう囲わなくても大丈夫です。はい、あ、そうですね、プリントで複数の変数とか文字列をつなげて出力するときはなんかコンマでつなげていただくと、あ、すいません、スペルミスしてますけどもはい、いかがでしょうか。よろしいですか。でちょっと次のページにもうこれ言っちゃったんですけど、パールのプリントは勝手に最後改行してくれないので、改行したい場合はこんなような感じでお尻に改行コードを入れてあげる必要があります。でちょっとこれすいません、テキスト上で円マーク記号になってたりバックスラッシュになってたり統一されてないかもしれないんですけど、同じもので皆さんのキーボードの右上にある円マークですね、円マークに N、 円マーク N って書いていただくと改行になります。で別に開業しなくてもいいよって方はつけなくても大丈夫です。開業したい場合はこれつけてください。はい、あ、でクイズ、1問目のクイズです。難易度1ですね。こんなスクリプトがあります。パールスクリプトがあります。 my ドル str イコールアメリエフズブログでプリント str円マーク N と書いてあります。これの実行結果は ABCD のどれになるでしょうか。はい、じゃあこれもう聞いちゃいます。A だと思う方、あ、多いですね。 B だと思う方、 C だと思う方、 D の方、あ、皆さん、あ、 D の方いらっしゃいました。あ、一見引っ掛け問題っぽく見えるんですが、引っ掛け問題ではなくてですね、そのままですね、ダブルクォーテーションの中にシングルクォーテーション出てきても大丈夫です。シングルクォーテーションとして扱われますので、これはこのままアメディエフズブログって出ます。正解 A ですね。でこれなんで聞いたかというと、クイズがもう一個ありまして、今度難易度2になります。今度上の1行は一緒なんですけど、下の2行が、あ、この真ん中に違う1行が入ってますね。真ん中がシングルクォーテーションで囲ってますね、今度。で、あ、これ全然話してないんですけど、シェルスクリプトと一緒でダブルクォーテーションの中の変数は展開されますが、シングルクォーテーションの中の変数は展開されません。値に置き換わらない。あまり言うと答えになっちゃうんですけど、説明してなかったので、シングルクォーテーションの中にドルって出てきたのはドルっていう文字だと思われます。
ただ、ダブルクォーテーションの中にドルなんとかって前に定義している変数が出てきた場合はその変数に今入っている値に置き換わって使われるのがダブルクォーテーションの方ですね。はい、これ分かる方いらっしゃいますか？ちょっとじゃあ聞いてもいいですか？ A だと思う方。あ、 A はいない。2行目と3行目は違うだろうってことですか？ B だと思う方。あ、 B の方多い。 B の方多いです。ありがとうございます。 C だと思う方。あ、そうか、 C もいない。じゃあ D だと思う。あ、 D の方一番多いですね。はい、 D ですね。これすいません、ちょっとあんまり最初の説明なしで聞いちゃってちょっとひどかったんですけど、今ご説明させていただくと、まずこの STR に入っている値がアメリエフシングルコーテーション S ブログっていう文字列です。で、この3行目のダブルコーテーションで囲うとこれがアメリエフスブログってそのまま出るんですけれども、2行目のこれをシングルコーテーションで囲ってしまうとここに書かれてる このもうベタなドル STR バックスラッシュ N っていう文字列をそのまま出力する感じになっちゃって、開業コードも開業コードにならない、バックスラッシュ N っていう風に出力されるので、D ですね。こういう風になっちゃいます。なので、なんか文字列入れるときシングルクォーテーションでもダブルクォーテーションでもどっちでもいいんですけど、もう私はめんどくさいのでだいたいいつもダブルクォーテーションでやっちゃっています。ただそのダブルクォーテーションの中でダブルクォーテーション使えないので、ダブルクォーテーションを文字列に入れたいときはシングルクォーテーションで囲ったりするかなという。はい、よろしいでしょうか？はい、すいません、午前中なのにちょっと皆さんお疲れな感じで若干ちょっと心配なんです。もっと楽しそうにまだあれですか、もっと難しくした方がいいですか？大丈夫ですか？ちょっとまだどうしたらいいかわからないはい、で、あ、ここからきっと楽しくなるんじゃないかなと思うんですけど、昨日シェルスクリプトで、値変数いくつまで作っていいですかってご質問いただいて、何個でも作れますよって、でもいっぱい作るの大変ですよねとか、あと引数受けるときに引数の数が決まってなかったりいっぱいだったりするとそれもちょっと回すときめんどくさいよねみたいな話出ましたけれども、そういうような話です。で、ちょっと場面をイメージしていただきたいのが、あなたは小学校の先生です。クラスに40名生徒がいて、なんか国語かなんかのテストの平均点をパールで計算してみようと思います。で、じゃあその40名分のテストの点をとりあえずパールにじゃあ入れようと、でこの後計算しようと入力を始めたんですが、生徒1は65、生徒2は90ってこう打っていって、これちょっと40人分入れるの大変だなと気がつきました。で、こんなような時に配列というものを使うとたくさんの値をまとめて扱うことができます。ちょっと的確な例えかわからないんですけれども、例えばプリンを3個買おうっていう時に、個別のプリンを3個買うと3個になりますけれども、3個パックのものを1個買うと1個ですよね。なんかそんな感じ、1個持てばいいですよね。なんかそういう感じで複数の値を1個の名前でまとめて持っちゃうみたいなものが配列です。で、配列は名前は1つの名前のものに値を複数入れることができます。で、配列に値を入れる入れ方ですが、
マイでアットマークで配列名、これなんか変数名みたいに名前をつけていただいて、イコールでカッコで囲った中に入れたい値をコンマで区切って入れてください。これ何個でも大丈夫です。でさっきの生徒の40人分の生徒の点数を入れる場合は、例えば my アットマーク生徒、これ配列名ですね、イコールで囲って点数をコンマで区切って入れてあげるっていう感じにすると、変数を40個作らなくてもよくなって、生徒っていう配列1個作るだけなので、管理が楽になります。はい。で配列にいっぱい値入れれるんですけど、その入ってる配列の中から何番目に入ってる値だけ取り出すみたいなことができます。例えば生徒っていう配列に入ってる一番最初の値は何ですかっていうような時には、どういうふうに書くかといいますと、今度ドルなんですけど、ドル配列名で四角括弧でその数字書きます。でこの数字のことを、添え字と呼びます。このインデックスといいますか、その配列の中の場所ですね、何番目か、はい。じゃあこの生徒四角括弧1って値は何になると思いますか。どなたか。あ、65。あ、ありがとうございます。実は90に、はい、ありがとうございます。もう息の合ったやり取り。実はパールの添え字っていうのはゼロから始まるので、ありがとうございます。いや、ここで正解を言われてしまうと私何も言えなくなっちゃったので、ありがとうございました。生徒の0が65になりまして、生徒の1が90で、こう1個ずつずれるんですね。1番目の値の添え字は0になります。ここ割とちょっとこんがらがっちゃうところなので、ご注意ください。なので、じゃあ逆にこの70を取り出すには生徒の四角括弧の中に何を入れたらいいでしょうか。ここ40番目、どなたか。正解です。ありがとうございます。バッチリですね。もうバッチリです。では早速配列を使ってみたいと思います。実習3になりますね。やることが NUC、 ヌクレオチドのヌック、ヌック2という配列に、文字列 A、T、G、C という4つの文字列、それぞれ1文字の文字列を入れていただいて、プリントでドルヌック2、添え字が2のものをプリントしてみてください。ちょっと1から書くので2分ぐらい取りますかね。配列自体はアットマークなんですけど、配列から添え字で取ってくるときは頭がドルになるですね。はい、はい、ちょっと前に戻っちゃうんですけど、はい、プリント文でその横にカンマでこう並べてプリントしてたじゃないですか。僕なんかその文字列のレンズってピリオドだと思ったんですけど、はい、それってなんか違うんですか。プリントの中でピリオドって使えます。
文字列の連結ってピリオド、あ、文字列の連結ピリオドです。はい。文の中でもピリオドで連結したんですけど、それでもいいんですけれども、多分意味が違って、ピリオドだとそこで連結を先にしてプリントっていう感じになるんですけど、はい、プリントでなんとかコンマなんとかコンマだとこの3つの値を順番に続けてプリントするみたいな意味の、あ、どっちでもいいと思います。それってそのプリント以外でもそのコンマの使い道あるんですか？なんかどうでしょうか、どなたか。外を使う場合とパンを使う場合は、根本的にも違ってて、でドットの場合は、文字列の連結、おっしゃったように文字列の連結なんですけども、パンを使う場合は引数が2つ、要はプリント文の引数が2つあるっていうことになるんですね。なのでカンマを使う場合、プリントで、プリント文でカンマを使っているのは、プリントっていうその関数がそういう作りになっているからあれが使えるということになるんですね。なので決してカンマによってその文字が連結されているとかそういうことではないということでよろしいでしょうか？プリント文以外では使えないということですか？プリント以外では、なんていうんですか、プリント文以外では使えないというか、他の関数だと結局、そうですね、結論から言えば確かにプリント文以外では、カンマでやるということはできません。で、 できないのは、別に、なんでしょうね、結局理解の仕方の問題ではあるんですけど、でもカンマで別に文字を連結しているわけではなくて、例えば他のものだったら第一引数第二引数というふうに与えたときに別の動作になってしまうので、それで、そういう意味で使えないということになります。ありがとうございます。もう書き慣れてる方で大丈夫だと思います。基本的にはなんか当たりはないわけですね。そうですね、 NM さんにはほとんどの方とか別に何も話しないようにがするかもしれないと思いますけど、はい、じゃあ実習さんの回答をしてみたいと思います。変数じゃない配列 NUC に A T G C を入れます。順番合ってますかね。 A T G C 入れます。あ、ずれた。で、プリントの link の これ実行してみます。はい、G になりますかね。添え字がA が0、T が1、G が2なので、添え字が2のものですると、順番は3番目にある G が返ってきます。はい。なんかご質問ありますか？あ、はい。そこに入る添え字っていうのは1文字だけなんでしょうか？なんか複数を指定したい場合とかは。ああ、
どうしたらいいですか。できます。ちょっとでも応用編なので混乱させちゃうかなと思ってやってないんですけど、あれこういうのできたかな。あ、たとえ、すみません、例えばどういうことでしょうか。例えば今は、2が入っているので G だけだと思うんですけど G と C を出したりとかG と C を出したりとか、まあ、そういう1個だけですけど複数の文字をプリントしたいとき、あれどうだったかな。アドビで対応するのは大変なんですよ。はい、まずはお手元でググっていただけるとありがたいんですけど、あのできます、できます、やり方はあります。じゃあちょっと今いい加減にやると間違えちゃうかもしれないので、あのパール配列複数の値とかでググると多分出てきます。すいません、はい、あのできます。ちょっとでも多分間違いのでやらないです。あとマイナス1とかもできません、多分。マイナス1何になると思いますか。ご存知の方いますか。マイナス1 はい、じゃあご興味ある方お試しください。なんかいろいろできます。1と3だけとかもできたと思います。ごめんなさい、ちょっとアドリブ聞かないんですいません。あとは答えられないだろうと思って遠慮しなくていいですよ。聞くだけ聞いてください。はい、ランダムに出したいと聞いてほしい。ランダムな値を生成する関数があるんですよ、パールに。で、例えばそれをうまいこと設定すると1から10までのランダムな整数を出すみたいなことができるので、それを添え字にしてもらうっていう感じですかね。はい、やらないんですけどすいません。ヒントだけ。はい、はい、じゃあちょっと先行ってもよろしいですかね。あ、じゃああ、なんかすいません、1個四角消えてますけれども、またクイズで、配列をご理解いただけるかというクイズになります。ピックという配列にブーとフーとウーという配列を入れて、あ、文字列を入れています。次に str、 あ、すみません、ここで出てまいりました。文字列連結、変数とか文字列をドットでつなげるとくっつけて1個の文字列にするっていう挙動になりますけれども、ここで str という変数にこれをこのピックの添え字に1、0っていうのを連結して1個の文字列にしています。で、その連結した文字列を出力すると結果は ABCD のどれになりますかという問題で、これは配列の添え字が分かっているかという確認のクイズになります。いかがでしょうか。はい、これはもう簡単でしたかね。はい、あ、そっか、聞きますね。 A だと思う方いらっしゃらない。 B だと思う方、あ、 B の方多い。 C の方、 D の方、あ、割れないですね。はい、正解 B です。
ブーが添え字0、フーが添え字1、ウーが添え字0なので、ちょっと順番逆になってるので、ウー、フー、ブーになりますね。はい、素晴らしい。じゃあ、続けてもう一問、もうちょっとややこしくなりました。でまたちょっと新しい書き方出てきてるのでご紹介しますと、マイ、アット、カナ、カナっていう配列にえ、め、や、も、と、ど、さ、が、まっていう一文字ずつの文字を入れています。でこれちょっと書き方が QW スラッシュで入れる値スペース区切りで書いてまたスラッシュで閉じてますが、これはカッコで囲って文字入れたい値をコンマで入れるのと同じことです。こういうふうにも書けるよっていう。これをこういうふうに書くとしたら、カッコでシングルコート内で囲ってえコンマ、シングルコート目コンマみたいな感じで書くのがこういうふうに書けるよっていう例ですが、まあだからこれを順番に配列に入れてるっていうぐらいに思ってください。でその後穴 ANA っていう変数に何か値を配列から値を突っ込んでいて、最後にプリントしています。あ、こっちのプリントドットになってますね。これ私じゃないものが作ったんですけど、やっぱりちょっと好みというか書く癖があって、私こういうのコンマにしちゃうんですけど、で結果がどれになるでしょうっていう、ちょっとこうもうややこしい感じの、はい、じゃあ聞きますちょっとこれ考えるのがめんどくさいかもしれないですけど、A、どれかしらあげてくださいね、迷ったら。 B、 あ、いらっしゃいましたね。あ、いらっしゃいましたね。 C、 あ、 C が多い。はい、 D、 D いらっしゃらない。はい、正解 C ですね。これなんでかと言いますと、この ANA という変数に配列の添え字指定して値を入れてるんですけれども、結局これ上書きしちゃうんですね。なんか何個もやってますけれども、で最後にもう ANA に入るのが、添え字8、添え字2、添え字5の3文字になってしまうので、そうすると、ま、や、どが入るのかな。で、あ、ま、や、ど、りになるという問題でした。はい、もうちょっと配列やって、配列終わってお昼にしますかね。もうちょっとだけ、はい、で配列最初に値こうやってコンマで区切ったりして値入れてるんですけど、一回作っちゃったらもう変えられないのかって言ったら、そんなことはなくて、値をここに追加したり、あと値を変更したりできます。でまずちょっと値を、配列に値を追加する方のやり方ですけれども、これもまあいろんなやり方があって、ちょっと2つの例をご紹介します。この他にもあるかもしれないですけど、まず1個目が、新しい添え字を指定してあげて、添え字イコールなんとかとしてあげる。それはさっきの ATGC の配列を使いますと、これ添え字が0、1、2、3までで、添え字4がまだ使ってないんですね、空いてる。で添え字4イコール N っていう風にしてあげると、5番目に N が追加されます。
なんですが、ちょっとこれあんまり常に入ってる値を変更するときには使うかなと思うんですけど、追加するときそんなに使わない、あ、個人的な意見ですけど、あんまり使わないかなと思ってて、値追加するときにこっちの方がいいかなというのがプッシュ関数っていうのを使うっていう場合です。でこれは、こういうふうに使うんですけど、プッシュで配列名門まで追加したい配列ってやりますと、自動的にこの配列のこの次に新しい値を追加してくれます。でもこの例で言うと、ここまで実行した時点でここに n っていうのが増えているので、値が5個あるところに対してさらにプッシュで小文字 a っていうのを足しているので、ここにもう一個 a っていうのが6番目に a が追加される感じですね。この方が今いくつ値が入っているかとか気にしなくていいので、プッシュの方がちょっと個人的には使いやすいのかなと思いますけれども、こんな感じで配列に値増やすことができます。で次ですね、配列に今値がいくつ入っているのか、4個入っているのか5個入っているのか、数を、配列に入っている値の数を調べる方法、これもいろいろなやり方がありますが、2個ご紹介します。まず1個目が配列を数値に変換する。これ何だろうっていう感じですけれども、この例の1行目を見ていただくと、アットマーク生徒っていうのが配列ですけど、これをイントという関数に入れてます。これイント丸括弧でその中に配列を書いてあげると、この配列を数値に変換するみたいなことをしていまして、そうすると配列という値が複数入っているものを数値っていう1個の値しかないものに無理やり変換するとどうなるかというと、この配列に入っている値の数がこれに入るようになっていまして、この生徒っていう値が40入っている配列をint っていうふうに入れますと、この生徒アンダーバー su アンダーバー1っていう変数には40という値が入ります。それが1個目の配列を数値に変換するっていう、こういうふうにしていただけると、今何かの配列に値がいくつ入っているのかっていうのを確認することができます。もしくはこれもちょっと覚えてないとなかなか使いづらいんですけど、ドルシャープ配列名っていうのをこれが配列数の一番最後の添え字が出るので、それ足す1してあげても配列数を取ることができます。あ、ちょっと意外だったんですけど、それイントっていらないんだよ。ああ、勝手に変換してくれる。あ、そうかもしれないですね。こっちがドルついてるので変数っていうことで、こっちがでもアットマークだと配列コピーになりますよね。用心のためっていう。そうですね。あ、いえ、ありがとうございます。多分本当は int って書いてほしいんだけど、パールが汲み取ってやってくれてるのかなって私は思っているのでつけます。でも省略できると思います。あとはいかがですか。あ、すいません、なんかちょっと混乱してるんですけど、配列のサイズを指定しないでいきなり配列なんですか。あ、そうです。そうするときに配列のサイズをこれ取ってくるっていうのはどういうことですか。すいません、ちょっとご質問の意味がわからない。
配列を最初に作るときに40個入れる配列を作るよって言って作ってるんじゃないかということですか。これなんか要素が入っている数を数えているってことですか。そうです。なるほど。いやそうすると、うん、配列の値を追加するときに、うんうん、穴開きが入れちゃうみたいなことができちゃうってことですか。ああこれちょっとごめんなさい試してないんですけど、ここを1個飛ばした値にしたときってどうなるんですかね。いやなんかその辺がどうなんかよくわからんっていう感じになって、はいはい、なんか混乱をきたしてるんです。ああじゃあちょっと忘れていただいても大丈夫です。下でプッシュで入れていただければ1個ずつ埋まっていきます。すいませんちょっと余計なこと言っちゃいましたね。こっちはちょっと正直ごめんなさい、かなり好みが入りますけど、こっちは値をすでに4っていうのが入ってる時点で値を上書きするときにしか私は使わないです。ただたまたまこれが次の番目のやつだと、まあ、入ることは入るんですけど、1個飛ばしのときにどうなるかっていうのは確かにおっしゃる通りでっていう話をしてる間に誰かやってくださらないかなと思ってるんですけど。一個飛ばしにしたらかえって自分が扱いづらいからなんかどつぼにはまるだけだからそういうことないよなっていうのがそんな感じですけど。そうですね、どうなるんでしょうね、ちょっと混乱しそうですね。同じことをいろんなやり方でできちゃってちょっと混乱させたくないのであんまりいろいろ言いたくないんですけど、ただ人の書いたのを読んでるともう1でやってる人もいるし2でやってる人もいるのでっていうことでちょっと話してますが、あとはいかがでしょうか。それのか分かんないんですけど、配列の追加で途中に追加したいときはどうしますか。途中というのは3番目に入れたいとか、1から5まで数字が配列の1番目から5番目まで数字が入ってるけど3番目に入れてみたい間に、はい、で、もともと入ったやつは後ろにずれるみたいな、はい、繰り返しとかをポンって入れてみたりとかそういうのがあると思います、ね、うん、リピート配列を実行できるゾーンとかそういうイメージですかね。そうですね、ありそうですね、それ。あ、土井さんあります。すいません、最初の方の質問 の答えなんですけど、NUC に ATGC の4つの要素でまず最初の配列を作っておきまして、その後に8番目とかにいきなりポンと追加した場合、その配列自体はその8番目に追加した全体の長さなので、今、奇数で8を指定して追加すると長さは9になります。で、その、9番目のところに追加した値というのがちゃんと入るのですが、うん、途中入らなかったところは、どうもヌル、私カールはあんまり使ってないんでよくわからないんですけど、そこをプリントしたところで全く何も表示されないので埋められているようです。でその長さ自体もその、9になっているというような状態だと思います。で、後の方の質問になんですが、パールよく知らないんですけど、おそらく配列は、アルゴリス一般的なプログラム
プニング言語の、データ構造で、リストとかとあとあの誰か補足していただければいいんですけど、データの構造に何種類かありまして、メモリあのコンピューター上のメモリに対してリニアに取っていくものが大体配列になっていて、一方その前とから連結していくっていうデータ構造リストっていうのがあるんですけど、リストの場合だとその途中に間に入れるとかいうようなことができるんですけど、その配列とかで間に入れようとする場合、一般的な処理としては一度その今まであったものをどっか別の場所にコピーをして、それから新しい配列というのを作り直して、そして間に入れたものを一個ずつ作り直していくというようなことをするんじゃないかなと思います、うん、ありがとうございます。まあ、パール配列途中に挿入って言ったら、はい、スプライスというコマンドが出てきたんで、それでやれば途中に挿入できる。あ、ありがとうございます。あのスプライスって配列の一部だけ取り出したり、1番目から3番目まで取ってくるみたいな。逆に挿入もできる。あ、そうなんですか。いや、って書いてあるんで。ありがとうございます。と書いた人が書いた人がスプライスという関数でできるそうです。 SPLICE ですね。ありがとうございます。勉強になります。はい、じゃあもう1ページだけやってお昼にさせていただけますでしょうか。ごめんなさい。修正がありまして、の44ページかな。タイトルが間違ってました。ごめんなさい。前のページと同じになったんですけど、ごめんなさい、ちょっとお手元のページ数とずれてるかもしれないですが、44ページあたりですね。配列を結合して文字列にするとか、文字列を分割して配列にするっていう書いてあるページですが、タイトルが配列と文字列を相互に変換するに変えてください。はい、でこのページは何をご説明しているかというと、配列をくっつけて、全部の値をくっつけて一つの文字列にする方法と、逆に文字列を特定の、記号とかスペースとかで区切って配列に入れるっていう方法、両方紹介してて、これなんでご紹介したかというと、割とフォーマット変換で使うからですね。で1個目、配列を結合して文字列にする方ですが、 join という関数使います。例えばアレイ1っていうのに are you fine っていう3つの文字が入ってたとして、それをハイフンでつないで are-you-fine って、すみません、ここもすみません、私ファイルって書いてたのでファインにしてください。are-you-fine っていう文字列にしたければ、join っていう関数を使って、 join の構文が、結合に使うつなぎにする文字コンマ、そのつなげる対象の配列というふうに指定していただくと、この配列が順番にこのハイフン、結合に使う文字で指定したハイフンでつながって are you fine っていう文字列、1個の文字列になります。でこれ配列数そんな多くなかったら、一個一個ドルアレイ1ソエジ0ドットとかでつなげていただいても一緒なんですけど、要素数多いとちょっと書くのめんどくさいので、ジョイン使う方が楽だと思います。で逆に文字列があって、それを特定の文字で区切って別の
あの文字列として配列に入れるっていう場合にスプリットという関数使います。でちょっと例見ていただくと、ストリング2という変数に東京コンマジャパンっていう文字列が入っています。これを、コンマで区切って東京とジャパンという2個の文字列として、配列に入れるっていう場合はスプリットで書いて、スラッシュで分割に使う文字をこの場合コンマを指定してあげて、でコンマでその元の文字列を指定してあげると、この入ったアレイ2っていう配列の添え字0のものが東京、添え字1のものがジャパンになります。これ具体的にどこで使うかと言いますと、ファイルを読み込んで、例えばタブ記号で区切って1行を配列に入れてあげて2番目の値だけ取ってきて何か処理するみたいな時に結構使います。ジョインとスプリットっていう、はい、午前中ここまでにしたいと思うんですが、ここまでで配列のところなどでご質問がありましたらちょっとだけお受けします。最初に変数が出てくるときは「マイ」をつけると覚えてくださいって書いてあるんですけども、はい、実際例えば生徒のところ「マイ生徒1」「マイ生徒2」とかいうふうになったと思うんですけど、最初っていうのは どういうのを最初、ああそのプログラムの中で初めてその「生徒1」っていう変数を使うときですね、値を入れるときかもしれないですし、今の例だと値入れるときですかね、最初に出てきたときですね、とりあえず最初に出てくる変数っていう、そうですね、すいません、はい、あ、この配列を結合するときに結合に使う文字がハイフンとかになって、このまま R U ファインっていう文字列に従ったりしたときは、スペースが結合に使う文字ですか、ね、あ、そう、その通りです。ここを一個のスペース入れていただければ、ただシングルコートつなげただけだと全部くっつきます。R U ファインって文字だけでくっつきますし、空白、半角空白を1個入れていただければ Are you fine になります。おっしゃる通りです。では午後の部分を始めたいと思います。また休憩入れながら進めますので、どうぞよろしくお願いします。午後は引数のところからやりたいと思います。シェルスクリプトで引数って昨日やりましたけれども、コマンド実行したときに、そのときにファイル名とか、パラメータとかを指定すると、プログラムの中身にファイル名とか書いておかなくていいので、いいですよっていうものが引数でしたけれども、パールでも引数使うことができます。で、シェルスクリプトのときは、引数って特別な名前の変数に入っていたんですけれども、覚えていらっしゃいますでしょうか？どなたか。あ、じゃあ 目があった。パス。シェルスクリプトの引数ってどういう名前の変数に入っていたか。はい。はい。ありがとうございます。バッチリ。で、パールだと。ちょっと名前違いまして、引数がアットマークアーグ V という配列にまず入ります。でこれ配列ですので、午前中最後でやりましたけども、配列の何番目っていう感じで値が取れるので、1番目の引数はドルアーグ V の四角括弧の0で取ることができます。
で2番目の引数は、ここが添え字が1で順番に、受け取ることができます。あの仕組みはほとんどシェルスクリプトと一緒で、あの変数名とかが違うので若干あの混乱しがちなんですけど、きっと仕組みは皆さんもご理解いただいているかなと思います。では、早速ですが実習行ってみたいと思います。実習4ですね。こういうようなパールスクリプトを書いていただいて、で、ちょっと実行するときに引数を3つ与えてください。なんかスペース区切りで3つ文字列書いていただいたら何でもいいですが、で、どんな結果が出るかっていうのを確認していただきたいと思います。よろしいですかね。ご質問ありますか。実習4ですね。では、3分ぐらいでお願いしたいと思います。はい、いかがでしょうか。実習4ですね。引数を使う例です。ちょっと書いてみます。プリントが2行のスクリプトですね。1つ目が、num コンマでイントアーグ V の開業コードで、2つ目がプリントのサードコンマアーグ V の2の、はい、こんな感じのパールスクリプトです。と1つ目ですけれども、この @argv というのが引数を受けた配列なんですけれども、配列をイントに入れると何が返ってきましたっけ。配列利用者数。そうですね、ありがとうございます。で、2行目がこの引数の配列の添え字が2のものを出してるっていう感じになりますね。じゃあ、ちょっとこれ引数を与えて実行してみます。パールのパール4の、じゃあテキストと一緒で、ピンク、レッド、ブルー、色の名前入れてみます。ピンク、レッド、ブルー、3つ引数を与えます と、この num っていうところが引数の数3個3って返ってます。で3つ目、引数添え字で言うと、2なんですけど、3番目の数はブルーですよっていうのが返ってきてます。これ例えばもう1個引数1個増やしてイエローとかつけると、num は4になりますね。引数の数増えると反映されます。で逆にちょっと引数の数を減らしてピンクとレッドの引数2つだけにしてみますと、num が引数の数が2個になりまして、サードのところが、3つ目の引数がないので空になってます。何も入ってないです。こんな感じで引数から値入れられるようになりましたので引数のところご質問ありますでしょうか。よろしいですか。はい、では、先に進めます。はい、今度ですね、ちょっと配列とまた違った構造で、やっぱり値、複数の値を1個の名前で管理するハッシュっていう構造のご紹介になります。でちょっとその前にこういう場面を想像していただきたいんですが、あなたは小学校の先生で、
クラス40名の誕生日をパールで、登録したいと思っています。 A さんは5月10日 B さんは2月28日みたいな感じですね。で、じゃあとりあえずそれを配列さっき使ってみたから配列に入れてみようかってして入れてみようとしたんですが、これ入れて日付入れては見たものの、この日付が誰の誕生日かっていうのがちょっとわからないなということで、使えないなっていうことに気がつきました。なんかテストの点数みたいにとりあえず合計出して平均値出すみたいなものだったらいいんですけど、こういうふうにそれが誰の値かっていうのが知りたいデータはちょっと配列だとダメだなということに気がつきまして、そういう時にはハッシュというものを使うと、パールでデータの値とキーを、名前と値をペアで入力することができます。ちょっとイメージとしては A さんの誕生日は5月10日 B さんの誕生日は2月28日というような感じで、値に名前がつく、ラベルがつくようなイメージになります。で、ちょっとそれパール上でどういうふうに書くかと言いますと、今度ですねハッシュというまた新しい形ですので、ハッシュ名の前が今度はアットでなくてパーセントになります。パーセントをつけるとハッシュっていう認識になりまして、パーセントハッシュ名イコールで値入れるんですけど、ここで値だけコンマで入れてたのが配列だったんですけど、今度はキーイコール大なり値っていうのをコンマ区切りでどんどん入れていく感じになります。この誕生日の例で言うと A さんは5月10日 B さんは2月28日っていうふうに、このイコール大なりってちょっとこう透明に見ると右向きの矢印みたいに見えなくもないと思うんですけど、この矢印の左側がデータの名前、右側が値ですね。で、この名前のことをキーって言います。キーで、これが値で、キーと値をこう矢印でつないでセットにしたものをどんどん入れていくっていう感じ、こういうものがハッシュっていうものですね。こういうふうにして入れる、ハッシュにはこういうふうにして入れるっていう覚えていただいて、で配列から値取り出すときは添え字とかで何番目とかって言って出したんですけれども、ハッシュから値を取り出すときはドルハッシュ名の後にこの括弧が波括弧になりまして、キーで指定して取り出すことになります。ハッシュはですね、配列は入れた順番が保存されてて3番目のデータとかって言って取り出せたんですけど、ハッシュは入れちゃったらもう中の順番は保証されないよっていう世界だと思ってください。で、ハッシュの中から何か値を取ってくるっていうのはもう手がかりはキーになります。この B さんの誕生日っていう風にして取ってくる感じです。このハッシュに入れた時のキーをこの波括弧の中に書いてあげると、そのキーに対応する値をハッシュから取ってくることができるっていうものですね。で、ハッシュか配列かの違いはアットマークかパーセントかとかで見分けていただいて、はい、では早速使ってみたいと思います。実習5になります。parl5.pl で、こんなようなこれ多分あれですね、原子量ですね、水素が1、ヘリウムが2みたいな、これをハッシュに入れていただいて、で、ヘリウムの分子量をプリントしてみてください。いかがでしょうか。ハッシュ作れましたでしょうか。
もしまだ打ってらっしゃる方いたら打ってていただいて、ちょっと私も書き始めてみますので、ちょっとあんまりなんか正統派じゃないようなことばっかり言ってもしょうがないと思うんですけど、なんかハッシュのキーはアルファベットの限りはなんか囲まなくてもいいとかってどっかで読んだことがある気がして、ちょっと私あんまり囲まなかったりしてるんですけど、本当は囲んだ方が多分いいと思います。囲まなくても動きます、違い位置で。でプリントでキーがへ、あ、こっちも囲まなくてもいいかもしれないですね。へで開業。これ実行してみますと、はい、ヘリウムの値2が返ってきます。でこの辺のプリントも全部ダブルコートで囲っちゃうか、アトムかっこへまでは外に出してコンマもしくはドットで、ダブルコートで開業コード入れるかとか、いろいろもういかようにも書けるので、ちょっと私あんまり統一してないかもしれないですけど、同じだよっていうのを分かっていただければいいかなと思います。これについてご質問ありますでしょうか。何でも。ハッシュ大丈夫ですか。こんなもんだよっていう感じですか。あ、ハッシュの中身全部表示したいときはい、それをするためにはこの後で出てくるんですけど、繰り返し文、シェルスクリプトでやった法文みたいなのが使うので、その時にご紹介します。はい、じゃあちょっともうちょっとハッシュ先いきますね。はい、これ実行していただくと、キー、指定したキーの値が出たと思います。で、ハッシュに値を追加するにはどうしたらいいかっていうやり方をご紹介します。このアトムというハッシュに、例えば、キー、FE、鉄ですね。FE の値は26、CA の値は20みたいなのを入れようと思ったら、こういうふうに書いてください。ハッシュ名、ドルハッシュ名、波括弧でキー、イコール値っていうふうにしていただくと、このデータが追加されます。で、もし、すでに、この FE とかが登録されてた場合は、値が上書きされます。変更されます。で、ハッシュは、配列と違って、添え字でアクセスしたりはしないので、最初に登録した順番とか、その後追加したものかどうかっていう順番は全然関係ないです。はい。で、ちょっと配列とハッシュっていうちょっと似たような似てないようなものが出てきたので、違いを、これもすごく感覚的で申し訳ないんですが、配列はですね、こういうアパートがあった時に、なんか勧誘員の方みたいに、とりあえず2階の一番左の
ドアから1個ずつ叩いて訪問していくみたいなのが配列ですね。ここが何さんのお部屋かとかっていうのはあんまり気にしてなくて、とにかくたくさんあるデータを端っこから順番に処理していきたいっていう時に使うのが配列で、ハッシュっていうのはピザ屋さんとか、あとお友達を訪ねに来た人みたいな感じで、もうダイレクトにこの例えば服部さんの家に直接まっすぐに向かうみたいなのがハッシュのイメージですね。該当データだけにピンポイントにアクセスしたい場合はハッシュを使うのがいいです。こういう感じで使い分けています。ちょっとすいません、例がないのでぼんやりした感じになっちゃうと思いますが、はい、この後またどっちも使います。でちょっと条件付き処理でシェルでもやったんですけど、条件付き処理の説明までしましたら午後1の休憩入れようと思ってますので、もうちょっとお付き合いください。でシェルスクリプトです と、条件付き処理とか繰り返し処理って昨日やりましたけれども、パールでもこういうようなことが書けます。なんですがちょっと書き方似てて微妙に異なるので、ちょっと混乱しないようにしてください。生実家昨日 の記憶があるばっかりにだんだんちょっとわけわかんなくなっちゃうので、今日はパールのものを覚えていってください。でパールの条件付き処理ですけれども、最初頭 if っていうのは一緒ですね。 if で、丸括弧の中に条件を書いて、で波括弧で囲ってこの条件を満たした時の処理を書きます。で続けて2つ目以降の条件があるときは else if、 シェルスクリプトだと elif だったんですけど、パールだと else if っていう名前になって、 else if でやっぱり条件書いて、この条件は満たさなかったけど else if の条件満たした場合の処理っていうのを書きます。でこの else if はいくつでも書けます。並べて書けます、この中に。で最後に else、どの条件も満たさなかった処理っていうのを書くことができます。でちょっと同じようなことをパールとシェルで書いた場合並べてみたんですけれども、ちょっとシェルの場合右ですね、両方 if ですけど、シェルの場合なんかこの if の後にスペース入れて四角括弧で条件書いて全とか書いてましたけども、構造的には同じでちょっと言葉が違う。 elif が elseif だったりとか、最後に fi がなかったりとか、そういう感じなので、まあこれはもうしょうがないですね。こういう構文なのでこういうもんだと思ってこの通り書いていただきたいと思います。パールだとこの辺半角ないと怒るとかいうのがないので、割と大丈夫ですね。 if の後スペース入れても入れなくてもいいですし、見やすいように適当にスペース入れていただいて大丈夫だと思います。で、シェルスクリプトの時に数値文字列が if で等しいかとか等しくないかとか、ディレクトリが存在しなければとかやりましたけれども、Perl でもそういうようなのあります。Perl の if 文の中で、なんか変数、数値の入った変数が例えば100より大きいかとかみたいな、そういう比較をするときには、数値の場合 A イコール B ならっていうのは A イコールイコール B と書きます。ここイコール2つ書くのご注意ください。シェルだと多分なんか違ったと思います。で A と B が等しくないなら A びっくりイコール B ですね。あとは大なり記号小なり記号は割と普段使ってるような感じで書けます。また文字列の場合はちょっと違いまして、文字列 A と B が同じならっていうのは A スペース EQ スペース B、 これ多分イコールだと思うんですけど、イコールの意味の略語だと思うんですけど EQ って書きます。これ if 文の中に書くようなことですけれども、で文字列 A と B が等しくなければっていうのは A
NE、not イコールとかなんでしょうけど、NE、B っていうふうに書きます。これはもうこういうものなのでちょっと覚えていただくしかないと思います。あとあのセルの時も出たんですけど、条件が複数ある場合 AND とか OR とか、あの条件1を満たしてかつ条件2も満たした時みたいな、あの条件複雑にすることもできるんですけど、その時セルだとあの条件を -A とか -O でつないでくださいって言いましたけれども、パールの場合は、アンパサンド2つ、アンドアンド、もしくはあの小文字でアンドでも大丈夫ですけれども、でオアの時は、縦棒パイプを2つ、もしくは、小文字アルファベットでオアと書いていただくとオアになります。あ、小文字じゃなくてもいいのかな、はい。ちょっと午後あのどうしても眠くなりますので、あのどんどん手を動かしていただこうと思っていまして、次の実習録が結構あの打つものが多くて申し訳ないんですけども、この if 文を使ってみる例ですね。実習録 parl6.pl というやつで、引数1番目の引数から、得たものを i という変数に入れていまして、i の大きさに応じてプリントする内容を変えています。上の方が i が10以上だったら i is equal to your larger than 10って出していただいて、そうじゃなければ i is smaller than 10と出していただくというスクリプト、Perl スクリプトなので、これであの引数を10よりちっちゃい数と10より大きい数であの何回か実行してみて、あの正しいメッセージが出るかというのを確認してみてください。じゃちょっとこれ時間長めに取りたいと思います。はい、ちょっとメッセージが長くて打つのが大変ですね。こんな感じのパールスクリプトですね。引数1番目の引数を i という変数で受けて、i が10より大きかったらこのメッセージ、ちっちゃかったらこのメッセージというのを出してます。じゃあちょっとあの引数を変えて実行してみます。パールのパール6、じゃあ 9とかだったら9 is smaller than 10ってなりますね。11だったら11 is equalOr larger than 10ってなりますね。これあ小数点もいけるんですね。文字列だとどうなるんですかね。あなんか動いちゃうんですねはい、多分あの厳密には入力したものがあの数字かどうかっていうのを確認するステップとかも実際のプログラムではいると思うんですけど、今あの受け取ったままそのままやってるのでなんか文字列でも動いちゃってますね。この if 文のところに関してはいかがですか。いいですか。あ、じゃあごめんなさい、この後休憩って言ったんですけど、1個だけクイズ、 if 文に関するクイズ出させてもらって休憩にします。多分皆さんこれあの今までの感じだと楽勝だと思うんですけど、この結果はどうなるでしょうというスクリプトで、if else if else があります。 mytime イコール13、タイムっていう変数に13っていう値が入っています。で 1個目の if 文がタイムが12未満だったらプリントおはよう
で2個目の条件文がそうじゃなくてタイムが18未満だったらプリントこんにちは。で、エルスそうじゃなければこんばんはですね。はい、このパールスクリプトを実行すると結果は A、B、C もしくは D エラーになるのどれになるでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。よろしいですかね。難易度1なので多分引っ掛けとかはないと思うんですけど、はい、じゃあ A と思う方いらっしゃらない。 B、 お、皆さん B ですか。 C、 あ、 C いらっしゃいました。 D、 エラーになるはない。正解は正解は B ですね。なんでかというと13ですね。で1個目の if 文これには当てはまらないです。13は12か12未満ではないのでここに行かなくて次ここ行きまして、じゃあ、13は18未満かといったら、満たすのでこんにちはとプリントされます。でどっかでどっかに入っちゃうとエルスには行かないです。if 文ご質問ありますか。大丈夫ですか。はい、じゃあ午後続きをさせていただきたいと思います。ちょっとテキストにないんですけど、ちょっとテキストにない話をちょっとさせていただこうと思っています。すいません、私テキストに入れたつもりでちょっと忘れてたんですけど、何かというと、この後どんどん書いていただくプログラム複雑になっていくので結構エラーが出たりでもエラーメッセージの見方はよく分かんなかったりしてちょっとハマっちゃうことがあると思うんですけど、パールでバグを取りやすくするための、おまじないがあります。ちょっとそれの使い方をご紹介したいと思います。ですね、まずこんなプログラムあります。これ私今適当に書いたんですけれども、プリントバーイコールでドルバー開業っていうこれだけの一行なんですけど、このドルバーっていうのがどこでも定義されてなくていきなりここで出てきちゃってるものなんですけど、これ実行していただくと実行できましてバーイコールで値が入ってないので何も出ないっていう結果になるんですけど、これを頭にですね、ユーズストリクト、ユーズワーニングスってこれだいたいパールのプログラムだと書いてる場合が多いと思うんですけど、パール結構適当に書いちゃってもなんか読み替えてくれて汲み取ってくれていいように動かしてくれちゃうんですけど、そういうのを若干もっとちゃんと厳しく見てくれてでエラーもちゃんと出してくれるみたいなものでして、これをつけてこのプログラムを実行しますと、起こるようになります。バーっていう変数がなんか定義されてないよみたいなことがエラー出るようになりまして、であと何行目でそうなってるかみたいな、この4行目にバーっていきなり出てるけどこれ定義されてないじゃないかみたいな、ちょっと定義されてないみたいな言い方はしてないですけど若干手がかりがつきやすくなるので、でここでバーに何か値入れとけば、あ、バーに値入れるの忘れたなと思って入れたら起こらなくなる、ちゃんと実行できるようになります。なのでちょっと今回の実習どちらでもいいんですけど、ちょっとそれっぽく本物っぽく書きたいなっていう方はこの2行をファイルの先頭に書いていただけるとエラーメッセージがちゃんと出るようになって文法チェックも
若干厳しくなるので、間違ってると怒るようになります。ちょっとここに字汚いんですけど、あの2行書いておいたので、もしあの見えますか、ちょっとそうですか、あのあれでしたら入れてみてください。はい、ではこの後ですね、繰り返し処理やりたいと思います。繰り返し処理をやって、ファイル入出力をやって、正規表現やって、実習みたいな感じですね。はい、繰り返し処理やります。繰り返し処理ですが、シェルの時は4でしたかね、4やりました。で、パール繰り返し処理、いくつか繰り返し処理の関数ありまして、今回3つ、for each、for while っていう3つご紹介します。で、まず1個目、for each っていう繰り返し処理の書き方ですけれども、これどういう時に使うかというと、なんか配列があって、その配列の値1個ずつに対して、実行するみたいな時に使うと便利な配列です。この例ですけれども、ジーンアレイという配列に遺伝子4つ入れていまして、その各遺伝子をプリントする、改行をつけてプリントするみたいなのを for each 使って書いた例です。やってる流れとしては、ジーンアレイという配列の先頭から値を1個ずつ取り出して変数ジーンに入れて、そのジーンをプリントしているっていう流れになります。はい、for each ですね、こういう感じに書きます。配列のそれぞれの値について順番に同じ処理を実行するときに使います。はい、で2個目で、すいません、ここプログラム修正があります。あの真ん中ら辺の4の中のレングスっていうところが、あのイントにしてください。ごめんなさい、ここちょっと間違えてます。どなたか、あのさっき教えてください、スカラーっていうあの関数にしていただいても、あの通るそうです。ありがとうございます。for っていうのは、今度繰り返しの条件を指定するようなもので、 for の後に3つ繰り返し条件をこのセミコロン区切りで書いているんですけれども、1つ目の値が、変数の初期値、この for文でいうと i っていう変数、 i っていう変数がありまして、 i っていう変数が0からこのジーンアレイっていう配列の要素数に達するまで i を1個ずつ増やしながらこの処理を実行するみたいなのが4ですね。ちょっと順番が、あのなんか若干違和感があるってよく言われるんですけど、これちょっと順番決まってるんで、あのこの通りなんですけど、なんか変数があると、なんか変数があって、その初期値がある、でその変数はあの増えていくか、まあ、減っていくか変わっていくもので、その変数がある値になるまでこの処理をずっと実行してくださいっていうようなのを書くときに使うのが4です。で、前のページの for each と同じことを4で書くと、i っていう変数が0からこの gen array っていう配列の要素数に達するまで、あのこれを gen array の添え字ドル i をプリントしてくださいっていうことなので、あのこういうふうになります。で、これあのじゃあどっちで書けばいいのかって聞かれると思うんですけど、あの楽な方で書けばいいと思います。どっちでも書けるものもありますし、どっちかじゃないとちょっと書きづらいものとかも繰り返しによってはあるんですけど、今回のような例で言うとどれでも書けますので、あの一番よく使ってるものでいいかなと思います。で、さらにもう一個だけ、あの繰り返し処理の種類で while っていう関数もあります。
これもあのフォーと似てるんですけれども、 ある繰り返し条件をが満たされている間ずっとその同じ処理を繰り返して実行するというものでして、やっぱりこの人員アレイがあって、最初にファイルに入る前に i という変数0にしておきます。ここで i を0にしておいて、でこっちもすいません、さっきのレングスってとこイントに直していただきたいんですけども、 while i が、人員アレイの要素数より小さい間、この添え字 i のものをプリントしてくださいっていう処理で、あの前のページと前の前のページと同じ結果になります。でただご注意いただきたいのが、for文っていうのは勝手に i の数を増やしてくれたりするんですけれども、 while は自分で i 増減してあげないと i が変わらないので、この while がずっと終わらなくなってしまいます。この行がないと、i が i プラス1っていうこの行がないと i がずっと0のまんまなので、で0だっていうことはずっとこの要素数4より小さいので、永遠にあのこれ実行して、であの i も増えないので、オクト4っていうのがずっと永遠と出続けるっていうプログラムになりますので、あのホワイルの場合はこの条件を変えるための処理は自分で書かないといけないっていう、ご注意ください。ちょっとざっくりしたご説明で、3つ for each と for と while っていうどれも繰り返し処理なんですけど、こういうのがあるというご紹介でした。あともう書いていただいた方がいいですね。そうしましたら実習7に来まして、あの実習3で書いていただいたのをコピーしていただいて、それをあの ATGC っていうのを配列に入れたやつがあるんですけど、それの ATGC っていうのを1塩基ずつ ATGC って4行プリントするようなものを作っていただきたい、法文を使って回していただきたいと思います。で、余裕のある方はちょっと時間長めに取りますので、あのホワイルでやるのはできちゃったよっていう方は、これを4文で同じことをやろうとしたらどういうふうになるかっていうのも書いてみてください。では、ちょっと長めに10分ぐらい取りますので、ご質問あったらいつでも言ってください。そうか、これ ATGC じゃないですね。 逆向きに CGTA っていうのが出るっていうあのプログラムですね。ひっくり返した結果を出すみたいな。ちょっと書いて実行してみてください。なんかバグ取りちゃんとしたいなっていうとか、なんかエラー出ちゃったなって方は、これもファイルの頭に use strict use warnings も入れてみたりしてください。パール7こんな感じですね。 ATGC で、i に変数 i に最初 int at nuc 入れてます。これこの配列の要素数なので、i は4になりますね。で while が i が0より大きい間、 i から i を1減らす、i-1 を i に入れてるので、ここに入った時点で i が3になります。でプリントヌックで添え字が3なので C がプリントされます。でまだここまで来たのでもう一巡するんですけど、i が今3でまだ0より大きいので、もう一回ここ回って、今度 i が、また1減って、今度 i が2になります。で今度添え字が2のものがプリントされてっていう感じで CGTA とプリントされれば正しい挙動です。そうなりますでしょうか。テスト7、あれパールか。
はい、CGTA と表示されますね。で、これちょっとやらないんですけど、あの同じことをファイルではなくて、あ、こうなりますね。CGTA となりますね。その前に、あのここ違う書き方もできるよっていう、ちょっとファイルのいろんな書き方の例をご紹介しておきます と、ここさっき出てきたおさらいなんですけど、配列の要素数を取るところが int の at nuc じゃなくて、ドルシャープの nuc たす1でも取れましたねっていう、これはおさらいでして、どっちでも大丈夫なんですけど、でこの i から1引いたものを i にもう一回代入する、要するに i を1小さくするっていうこの処理ですけれども、パールだとこういうふうに書くことができまして、 i マイナスマイナスって書きますと、i イコール i マイナス1と同じ意味になります。で i プラスプラスだと、あの i イコール i プラス1と同じ意味になりまして、あの結構使っている例が多いので、あの覚えていただければと思います。で、あの同じ処理を for文と for each で書いた場合ですが、すいません、今あのご指摘いただきましてコードに修正があります。 for文のこの2行目 i イコール i マイナス1、この行消してください。これいらないです。なぜかというと for文の中でもう i から i マイナス1するっていうのを書いてるので二重にやっちゃってますので、すいません、これ間違いですね、残っちゃってました、ホワイルのやつが、ここ消してください。はい、で for文でやるときは、初期値、条件、あの変数がどれぐらい増えるかっていう3つ指定しますので、i の初期値を、int の nuc 要素数 4スタートにしていただいて、 i が0より大きい間 i から1引いていくっていうふうにしていただくと、同じようにあの配列の後ろからプリントするっていうふうになります。で、for each 使う場合なんですけど、ちょっとこれだけあのちょっと違うことをしていまして、reverse という関数使っています。リバースっていう関数に配列を入れてあげると、配列を逆順にひっくり返してくれますので、ATGC が CGTA になりますので、それに対して普通に for each を実行しているというふうな感じで書かせていただきました。i イコール i 引く1を削ったら、その下の行をどっかにしようかなみたいな、その下の行を i 引く1にしないと。そっか、ここが添え字が i 引く1ですね。あ、その通りです、ありがとうございます。1個ずつ小さくしないとダメです。 4できて、4っていう値が来て、添え字4はなくて、あの最大3なので、ご指摘の通りです。ここが四角の中がドル i 引く1してください。ありがとうございます。すいません、テストあんまりしてなくて、もしくはここにマイナス1つけていただいて、あのここのここイコール0まで OK にするっていうのもありかもしれないですね。はい、であの先ほどハッシュの時にハッシュの全部の値プリントするときはどうしたらっていうご質問があったんですけれども、ちょっとこういうふうにやるよっていう例をもういきなりお見せしてしまいますが、for each とか使います。でさっき使った atom というハッシュ例に出していますが、keys という関数がありまして、 keys に対してハッシュをハッシュに対して keys っていう関数を実行しますと、このハッシュのキーだけ配列で得ることができます。この例で言うと HELI っていう3つの文字列が入った配列を得ることができます。このキーズっていう、ここでこれがあの
まあ、配列実質配列になっているので、それに対して方位置を回してあげて、でハッシュでそのキーをキーにしてあげてプリントするっていうのが割とよく書く書き方です。すいません、ご説明が下手で分かりますか、やってること分かりますか。このキーズっていうのが、ハッシュのキーだけ取り出して文字列の配列にを返してくれるっていう関数ですね、キーズ。なのでもうここが1個配列だと思っていただくと、この 前にやった for each で配列で回すっていうのと一緒になります。そうですね、とりあえず上の方を覚えていただいて、ちょっと下の方はご参考までにということで、いろんなやり方あるんですけど、全部ぎゅうぎゅうに覚えていただく必要はなくて、こういう書き方もできるよぐらいに見ていただきたいんですけど、each という関数を使うと、ハッシュから1個ずつキーと値のセットを取ることができて、それをフォワイルで回すっていう、こういう書き方もよくします。こっちかこっちかって感じですけど、はい、この辺もやっぱり何回も書いてやっとこうあーってこなれてくる感じなので、今はとりあえずあこういうのやったなぐらいででもいいので、はい、なんか気持ち悪いところとかありましたら今のうちに。よろしいでしょうか。じゃあ先にもうちょっと進めますね。で、繰り返し処理の中で基本的には1個ずつ要素1個処理して終わったら次処理するっていう感じにするんですけれども、この処理この要素は処理しないでもうスキップしちゃって、次の要素に回して順番を回してっていうようなことができます。ちょっとイメージとしてはラーメン屋さんに並んでたんですけど、自分の番が来たんだけれども急にお腹が痛くなっちゃったので、僕いいので次の方どうぞってこう横に抜けるような感じですね。このようなことをするには NEXT という関数を使います。 NEXT 使ってる例です。for 分ですね、 for で、i が0から5以下までの間 i を1個ずつ増やす、で i をプリントするっていうものなんですけれども、なのでこの赤字のところがなければ0,1,2,3,4 でプリントされるようなプログラムなんですが、ここですね、この中に if 文が入ってて i イコールイコール2、 i が2個の時は next って書いてます。これが、i が2の時はこれ以降のプリントドル i をしないでもう次の i3 次のループに回してくださいねっていうのが NEXT です。 NEXT が出てきたらもう次のループに入っちゃいます。なのでこれ実行していただくと、0,1 までは出るんですけど、2に来た時にプリントしないで NEXT しちゃうので 3,4 って出る感じになります。これどんな時に使うかと言いますと、ファイル読んでいてよくバイオのファイルフォーマットってヘッダーがシャープで始まってたりするんですけど、行の頭がシャープで始まってたらネクスト、もうヘッダーだから無視するっていうような時に使います。はい、でもう一個ありまして、繰り返し処理自体をやめちゃう、もう繰り返しもしない途中だけでやめちゃうという時にはラストっていう関数があります。これちょっとイメージとしてはまだ行列並んでたんだけどラーメン屋さんのスープがなくなっちゃいましてもう解散っていうようなイメージですね。でラストの例ですけれども、さっきの NEXT のコマンドの NEXT のところをラストに変えますと、0,1 までプリントしまして2になった時にラストで来るとこの for 文自体がもう中止になります。これがもうおしまい、もう回さないでプリントエンドになりますのでエンドと出て終わるという、ラストだともう繰り返し処理が中止になる
っていうのがラストですね。ネクストとラストを使っていただくと、繰り返し処理を割と制御できるかなと思います。繰り返し処理ここまでなんですが、ご質問ありますか？何でも大丈夫ですけど。あ、はい。あ、いいですか。はい。このラストとその繰り返し処理の最後で、ね、そのドルアイかゴルかっていうののなんか違いっていう使い分けの基本ですね。要はゴルかになったらこの繰り返し処理が結構終わるんだけど、そのラストを挟む意味。はい。はい、ですね、ホワイルをちょっと思い出していただきたいんですけど、ホワイルで、あ、これあんまり良くないな。ホワイルで例えば i が0からスタートして、あ、 i が、うん、ホワイルで条件次第によってはこれ回るの止まんなくなっちゃうっていう場合ありますよね。 i が例えばホワイルで i が0以上だったら回すみたいな感じで、 i が10とかで i が1ずつ増えていくみたいな場合で、 i がいくら大きくなっても条件は満たしっぱなしなのでホワイルから出れないみたいな時に、もういい加減にしろっていうことで i が1000以上になったらラストみたいな if 文をそこに入れるみたいな、無限ループをスパッと切るような時に使ったりします。はい、いろいろ使う場面はあると思うんですけど、例えばそういう時に使います。ホワイル 自体の中にその i の条件を変えるような要素がない場合に、もうある一定の条件になっちゃったらラストするみたいな if 文を入れるみたいな、ストッパーみたいな感じで入れるとかっていうのには使います。ありがとうございます。はい、繰り返し処理でハッシュにアクセスするってやつで、はい、O イーチを使うやつで、ドルマークバルイコールドルマークアトム中括弧のドルキープ、はい、ここはそこはちょっとよくわかんないんですけど、そのドルキープ、その前の行キーズでそのハッシュのエースとか1とかヘリングとかチューンっていうのを取ってきて、それをこう並べてるやつにしてる。これが1個の配列になると思ってください。で、その次の行で配列を中括弧で囲んでるのは何だろう。ああ、ごめんなさい。これは配列じゃなくてハッシュなんですよ。アトムは。これ実質的に配列なんですけど、この配列にはなんか名前がなくて、なんか名前がないんだけど配列があって、その配列の中身を順番に1個ずつキーっていう変数に入れてるっていうイメージで、でそのキーっていうやつはこのアトムっていうハッシュのキーなので値を取ってくれるよっていう、これはハッシュですね。これはハッシュです。あ、ちょっとすいません、分かりづらいよだったら、例えばここにワンステップ挟んでいただいて、マイアットマークアレイイコールキーズパーセントアトムとかってしていただいて、1個配列名前定義してもらって、その配列をこの括弧内に入れていただいてのと同じことです。ただここではここの
配列には特に名前がついてないというか配列用のものになってるっていう感じですね。ちなみにそれを同じようにタイプしたつもりでやったんですけど動かなかったんですけど、エラーはどんな感じですか。何を、まあ、英語が書いてあるのが分かるんですけどローバルシンボルだと前ないよ。ここにごめんなさい、前がないんですね。失礼しました。バルの前に前がないからですね。すいません、あのちなみに多分ユーズストリクト、ユーズワーニングスつけないとこれでも動きます。すみません、ありがとうございます。ちょっとあの実習以外のコマンドってちゃんとテストできてなくて、割とフィーリングで書いたまま出しちゃってるのでいろいろ間違いがあって申し訳ないです。大丈夫ですか。死にそうですね。あのグローバルシンボルなんちゃらって出た時はだいたい前付け忘れですね。結構この後まだボリュームあるんですけど、なんか申し訳なくなって大丈夫ですか。ちょっと嘘でも楽しい顔をすると楽しくなってくる。休憩入れますか。うん。じゃあ半ぐらいまで休憩にしますので、はい、どうぞリフレッシュしてきてください。お疲れ様でした。ちょっとだけこれあの結構うまく説明するのややこしくって、パールの本でも割と後ろの方に出てくるちょっとなんかあの上級者向けの話なので、あの雰囲気しかお伝えできないかもしれないんですけど、もうちょっとちゃんと知りたいっていう方はあのいろいろ本とか読んでみてください。スコープっていうのがあの変数の名前が有効な範囲っていう定義になりまして、具体的にはあの if 文とかあと繰り返し処理の for 文とか while とかの中であの波括弧で囲んだ中に処理書いてあったりしますけど、その波括弧の中っていうのがあの一つのスコープという範囲です。で、あの具体的に言うとあの if 文の中で定義した変数っていうのはその if 文を抜けちゃうと無効になっちゃうっていう、そんな変数はないよっていうふうになっちゃうっていうようなことですね。この例で言うと en という変数はここで定義しているので、あのプリント en でプリントできるんですけれども、エッグって入れた値が出るんですけど、その後 if 文の中であのここで初めて myjp イコール卵って jp っていう変数に値を入れてるんですが、それ if 文出ちゃうとあのもう無効になっちゃってあの何も出ないですし、 use strict use warnings つけてるとここで多分グローバルシンボルなんとかって怒られるんじゃないかと思います。これはまああのこういうものがあるよっていうことで、あの基本的に最初に変数使うときには前つけてっていただければあの大丈夫かなと思います。で次ですね、あのデータ大量に扱う場合に全部手入力するのは大変、ファイルから読み込めるといいのにっていうことがあると思うんで、実際の解析では実際にファイルから入出力することが多いと思いますので、でパールのファイル入出力はファイルハンドルというものを使います。
でこの辺ちょっと一個一個詳しくご説明できたらいいんですけど、もうとりあえずは型として覚えていただくのがいいかなと思っていまして、ファイルを読み込んで1行ずつ何か処理するっていう場合にはこういうような流れで書きます。まずこの辺オープンマイドル FH って書いてますが、これがファイルハンドルというものでファイルの入出力をこう扱うようなものです。で、こっちに左向きのこれをつけていて、小なりをつけていますが、でその後にファイル名を指定していますが、これが、この左向きの記号とファイルっていうセットでファイルを読み込み専用で開くっていう意味になります。こっちの向きがこっち向きになっていると読み込み専用っていう意味になります。で、オアダイっていうのが読み込めなかったらこのプログラム終了っていう意味ですね。で、オープンしたら最後にクローズでクローズドル FH ってしてあげないといけないんですけれども、その間に、ホワイル文、さっき出てきましたがホワイル文で、カッコでこのこっち向きとこっち向きでドル FH って囲ってますが、これちょっと細かい定義はご説明しませんが、このファイルハンドル FH、 この読み込んだファイルから1行ずつ読み込んで、読み込んだ1行を特殊な変数ドルアンダーバーに入れるっていうようなことをしているっていう処理です。で、だいたいファイルって開業コード最後についてますので、最初に行末の開業コードを除去してあげると解析が楽なので、開業コードを除去するっていう関数がこれですね、チョンプっていう関数実行しまして、でその後なんかお好きな処理してもらったらいいんですけれども、この例だと if 文入ってまして、if ドルアンダーバーってこれですね、ここから読み込んだ1行が eq abc という文字列と等しければプリントドルアンダーバー開業、この行をプリントするっていうような例になってます。この辺はもうこういうものだと思っていただいて、だいたいこういう感じでいつも書くんだなっていう思っていただくのがいいかなと思います。で、逆にファイルに書き出す場合ですね、そういう場合はここのファイルハンドルのファイル名の前のこの記号が向きが逆になりまして、これがダイナリになります。これをこうしますと、このファイルをにこれから書き込むよと、書き込むように開くよという意味になります。で、ファイルハンドル開いちゃったら、プリントするときにプリントの後ろにファイルハンドルドル FH って書いていただいて、で書き込みたい内容を書いていただくと、プリントした結果が画面上ではなくて、この例でいうとアウトプット .txt っていうファイルに書き込まれるようになります。で、こっちも最後にファイルハンドル閉じてあげます。この辺ですね、最後の実習でファイル開くっていうのがちょっと出てくるので、その時にまたここ見てやっていただいて、やっていただくといろいろまた疑問も出てくると思うんで、その時にちょっとお受けします。で、次いきますが、ちょっとすいません、さっき私入れるの忘れちゃったと思って先走ってご説明してしまったんですけど、ユーズストリクト、ユーズワーニングスの説明入れてました。で、これをつけると変数の定義とかをちゃんとチェックしてくれるようになるよっていうことで、それを実感していただくための実習もご用意していまして、それが実習8ですね。2つ同じ処理のスクリプト書いてもらうんですが、一方にはユーズストリクト、ユーズワーニングスなし、一方はありでやっていただいて、実行結果がどう変わるかっていうのを見比べていただこうという実習です。で、スクリプト自体はこういうスクリプトですね。メッセージイコールバイプリントメッセージ開業っていうように書いていただいて、プリントに .pl をコピーして使っていただくと多分ちょっと変えるだけでいいので楽なんですけど、注意は
メッセージの時にマイを削ってください。いきなりメッセージイコールドルメッセージイコールバイって書いていただいて、でこれをとりあえずそのまま実行してみる。で今度は、このスクリプトをコピーしていただいて、こっちの方は頭にユーズストリクスとユーズワーニングスって書いていただいて、それ以降は同じで、でこっちも実行していただくと、今度こっちは怒られるよっていうのを試していただければと思います。はい、違いお分かりいただけましたでしょうかね。前の方は1個目の方は全然エラーが出なくて普通にプリントされたと思うんですけど、2個目の方が定義されてないよ、メッセージが定義されてないよみたいなエラーが多分出たんじゃないでしょうか。パールマイを消しまして、ちょっと変なこと書いてます。これを実行すると、普通にバイト出ますけれども、これをコピーして、今度ちょっと厳しくします。 use strict use warnings でつけると、なんかいっぱいエラーが出ますね。この1個目のグローバルシンボルメッセージがなんかどうにかこうにかだよっていうのが、この最初にメッセージっていう変数が出てきた時にマイがついてないのが気に食わない、でその後その未定義の変数を使っているのも気に食わないっていうような感じで、こういうようなエラーが出ます。でここにマイつければ怒らなくなりますね。マイ、マイつけると通りますね。これでもユーズストリクス、ユーズワーニングつけるのをおすすめします。いいよ、自分は前つけるから別に大丈夫だよとかって思うんですけど、ちょっとスペルミスとかしちゃって、なんかここ S1 個足りなかったりすると、うっかりちょっとスペルミスしちゃったりすると、こういう新しい未定義の変数があったよみたいなことを言ってくれて、これを見ると、ああメッセージって書いたつもりだったのにスペルミスしてたなとか気づくので、そういう意味でも前つけて、あ前じゃないですね、ごめんなさい、これつけていただいた方がいいと思います。はい、で、この辺続き、この辺はシェルのと一緒なんですけど、コメントですね。パールの中もコメントをなるべく入れていただくといいと思いますが、コメント書くときは行の頭シャープつけてください。シャープつけた行無視されます。でもう一個、シェルスクリプトでも最後の方に指板というファイルの先頭に、これがバッシュのスクリプトですよっていう宣言を書いたと思うんですけれども、パールの場合もこれ書くことができまして、これを書くことによって、パールっていうコマンド、パールスペースパール 1.pl とかじゃなくて、このファイル単体でも実行できるようになります。で自分がパールだっていうことが分かるので、でそうですね、ユーザービンパールとかって書くのが多分普通で、ただもしかしてパール入れている環境によってパスが違ったりするかもしれないんで、その場合は通ってるパスの方がいいとは思うんですけど、大体多分普通ここに入ってると思います。
はい、ではいよいよ最後のセクションの正規表現というところに入りたいと思います。もうちょっとですね。正規表現ってご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃる。お使いになられていますか。どんな用途で。プログラムの中で。中里先生のところでちょっと使ったんです。あ、そうなんですか。あ、じゃあ皆さん手挙げないとダメじゃないですか。あ、そうですか。じゃあちょっとかぶっちゃうかもしれないですけど、おさらいという感じでやりましょう。パール正規表現が得意なのが売りの一つだと思います。と、文字列のパターンを表現する方法なんですけれども、パールでは正規表現をスラッシュ2つでくくった中に書いて定義します。ちょっと例ですね。str という変数にバイオインフォという文字列入れてます。で、次 if 文 if else ありますが、 if str イコールニョロスラッシュインフォスラッシュ、これが str の中にどこかにインフォという文字列が含まれていればっていうのを条件式を書くときに、この変数イコールニョロスラッシュインフォスラッシュっていうふうに書きます。で、含まれてればプリントマッチ、含まれてなければマッチしませんと書くっていう例になってまして、この場合は、str がバイオインフォで、インフォって含まれてるのでマッチって出るはずっていう例ですね。こういう感じで使ったりします。ただここの今インフォって書いてますけれども、ここもうちょっと細かい指定ができますっていうのは、そうですね、順番に言っていきますが、まず上のスラッシュでバイオインフォみたいに文字列をそのまま書いてるのは、その文字列がそのどっかに含まれるかどうかっていう話なので、この正規表現がバイオインフォで、文字列がバイオインフォマティクスだったらバイオインフォってここに入ってますので、マッチしたかって調べるとイエスになりますね。で、2個目のやっぱり正規表現一緒ですけど、今度文字列がインフォマティクスになりますと、バイオインフォって入ってないのでマッチしませんのでノーになります。で、ここからちょっと若干文字列以外に複雑なものが出てきますが、この正規表現の中にハット、頭にハット、この尖ったやつハットっていうのをつけますと、これは意味が、この文字列の頭がバイオインフォで始まってたらっていう意味になります。場所の制限も入ってきます。なのでバイオインフォで始まってたらっていう意味になりますので、バイオインフォマティクスはイエスになります。でもこれ例えば ABC バイオインフォマティクスとかでつながってたらノーになります。で、同じ感じで今度お尻にドルがついていた場合、これはバイオインフォで終わっていたらっていう意味になりますので、バイオインフォマティクスはマッチしません。なんとかかんとかバイオインフォだったらイエスになります。これがこの2つがその文字列の出てくる場所縛りっていう制限ですね。で、次この四角括弧が出てきてますけれども、四角括弧で囲って小文字の ATGC と書きますと、これは ATGC のいずれか一つ以上がどこかに含まれてたらっていう意味になりますので、 A が小文字の A があればもうその時点で OK ですでありますね。で、まあ A がなくても T があれば OK みたいな感じになります。で、この下の今度は四角括弧の中で A-Z ってありますが、これはアルファベットの A から Z までの範囲の中のものが一文字でも含まれてたらっていう意味になります。で、ここ例えば A-B だったら ABC のどれかっていう意味になります。
ちょっとここからまた違うカテゴリーになってくるんですけど、この正規表現の中ではドット点ですね。ドットっていうのは何か一文字っていう意味になります。何でもいい、英語あのアルファベットでも数字でも記号でもいいんだけども、何か一文字っていう意味になりますので、バイオドットっていうのは、バイオの後に何か一文字あったら OK っていう意味ですね。だから例えばバイオインフォは OK ですが、バイオだけはノーになります。バイオの後に何か一文字ないから怒られます。でもその一文字は何でもいいです。その下ですね、 BI アスタリスク O っていうのがありますが、このアスタリスクというのはそのアスタリスクの前の文字があってもなくてもいいし、いっぱいあってもいいっていうような意味です。ちょっとなんだろうっていう感じですけども、まず この例で言うと B と O はなきゃいけないんですよ。 B と O はなきゃいけなくて、間に I があってもいいしなくてもいいし、何個もあってもいいよっていう、何個も続いててもいいよっていう意味なので OK な例ですけれども、BIIO も OK ですし、 BIO も OK ですし、 BO も OK になります。ただし B と O はなきゃいけないので、例えば AIO とか NG、 マッチしないってことになります。でその下の今度はアスタリスクじゃなくてプラス、こうプラスにしていただくと、0回っていうのがなしになりまして、1回以上っていう意味になります。 B があって O があって、その間に I が1回以上、1個か2個か3個かいっぱいでもいいけれども1個はなきゃいけないっていう意味になりますので、マッチする例としては BIO、BIIO とかになります。なので BO とかはダメですし、 DIO もダメになりますね。なんかこの辺、この辺のこう緩さが、バイオの塩基配列からモチーフ探すときにちょうどいいなっていう感じしませんか。なんかモチーフがあって AACG の後に A が3個以上とか、その後に T があってもいいけどなくてもよくってみたいな、でなんか一文字あってみたいなの結構ありますよね、モチーフだと。そういうのにすごい合ってるなと思うんですけど、そういうことが表現できます。この正規表現をどうつなげても、この正規表現は全部こうつなげていっても構わないんですか？はい、大丈夫です。はい、で今ある変数の中にそのマッチパターンがあるかないかっていうのを見てたんですけど、あった場合にそこのその中の特定の部分を取り出すようなこともできまして、取り出したいような場所をカッコで丸カッコで囲んでいただくと、あ、そうですね、これどなたか多分シェルの時におっしゃってましたけれども、ドル1ドル2っていう変数で取り出すことができます。ちょっとややこしいですね。パールだと正規表現の V を取り出す時にドル1ドル2っていう変数に勝手に入ります。これマイとかいらないんです。これもあるので、アメリエフっていう文字列があって、STR っていうのにアメリエフっていうのにして、じゃあこの STR にア、A、M、E はあってもなくてもいっぱいあってもいいで、 LI があって EF、 F はいっぱいあってもいいみたいな風にして、でなんかこの辺囲うとそのマッチしたところが、1個目にマッチしたところがドル1に入って、2個目にマッチしたところがドル2に入るので、そこだけ取り出すとかっていうようなこともできます。
で、なんか正規表現にマッチしたところを違う文字列で置換するというようなこともできます。で、ちょっとこのそんな置換したいときにはニョロ S スラッシュで、正規表現のここをヒットしたらこっちに置換するっていうような風に2個書いてもらいます。ワードとかで文字列置換するときも検索文字列とそこが何に置換するかって2個多分文字列書かれると思うんですが、そういうイメージですね。で、この例見ていただくと str1 という変数にゲノムコンマプロテオームって文字列を入れています。で、その str1 に対して置換をしています。str1 の中の ome というところをOMICS OMICS に置換しています。で、その置換後の結果をプリントすると、ゲノミクスプロテオームになってます。あ、これオームって2箇所ありますけれども1回目のオームしかOMICSに置換されてません。これは何でかというとデフォルトでは置換ヒットした一番最初の1回目にヒットしたところしか置換してくれないという仕様になってます。で、そうじゃなくてマッチしたところヒットしたところ全部置換したいっていう場合はここは違いますね。置換するところのコマンドの最後のスラッシュの後ろに G というオプションをつけていただくとオームっていうところが全部オミックスに変わりましてゲノミックスプロテオミックスになります。はい、G ですね。全部置換するときは G。 G をつけないと一番最初の方でヒットしたところしか置換されません。で、もう一個置換なんですけれども、あ、これちょっと間違ってるかもしれないですね。全てじゃないかもしれないですね。まず str3 という変数に I sing a song っていう I sing a song っていう文字列を入れてます。で、これの I という大文字 I というところを U に置換するとどういう結果になるかというと U sing a song、 そうですね、ここの大文字 I が、U に変わりますので U sing a song になります。で、ごめんなさい、ここの吹き出しのすべてのっていうところを消していただいていいですか。G つけてないのですべてじゃないですね、すいません。でですね、同じ I sing a song の I を U に置換するときにお尻に今度 G ではなくて小文字の I っていうオプションをつけますと結果が U S young a song ってなります。この I というのが大文字小文字を区別しないで置換するという意味になりますので、この sing のこの I も U に置き換わるっていう、この大文字小文字区別したくなかったらこれをつけるっていうことですね。どっちの場合もあると思うんですけど、大文字小文字区別して置換したい場合と無視してどっちでも置換したい場合とあると思うんですけど、大文字小文字は関係なく I っていうのは全部置換したいよっていう場合はここに置換のオプションで I っていうのをつけていただくと全部大文字の I も小文字の I も置換されます。ではクイズを、これ難易度1ですね、簡単なやつですね。このスクリプトの実行結果はどうなるでしょうということで org という変数にガルスガルスガルスっていう文字列を入れてます。次この org を置換していましてガルスをゴリラに置換してます。で、オプションを g にしています。そうすると、
置換後の ORG の中身は A、B、C、D のどれになるでしょうかという問題です。ちょっとでは考えていただいて聞いてみたいと思います。 G と I の意味をちょっと確認していただければ多分大丈夫。はい、じゃあ聞いてみてもよろしいですか。いいですか。じゃあ A だと思う方いらっしゃらないですか。 B だと思う方、あ、B の方多いですね。ありがとうございます。 C だと思う方いらっしゃらないですか。 D の方もいらっしゃらない。あ、皆さん B ですか。あ、引っかからなかったですね。はい、正解 B です。なんでかというと、G がついてるので全部のガルスはゴリラになるんですけれども、 I がついてないので、頭の大文字入ってるガルスはガルスのままになりますので、ガルスゴリラゴリラになります。あ、バッチリですね。すいません。はい、この場合最初のガラスも変換したいときは、うん、G の前後に I つけるだけで変換するんでしょうか。はい、G と I 両方つけることもできて、その場合ここに GI セミコロンっていうふうに書きます。 IG でも大丈夫ですけど、はい、ありがとうございます。併用できます。じゃあもう一個いきましょうか、クイズ。はい、これちょっと難しくなりますが、ジーンっていう変数にこういう文字列が入ってます。で、なんか置換しています。 S アスタリスクセミコロンスラッシュスラッシュ G とかつけてますね。その結果は A、B、C もしくはエラーになるのどれになるでしょうか。はい、じゃあ聞きますね。 A だと思う方、 B の方多いですね。ありがとうございます。 C の方いらっしゃらないですか。あ、いらっしゃいましたね。 D の方、あ、 D もいましたね。割れましたね。はい、まさかの D ですね。エラーになる、エラーになるとかちょっと反則みたいな回答ですけど、なんでエラーになるかというのをご説明しますと、この置換のところでいきなりアスタリスク使ってるんですが、アスタリスクは単体では使えないんですね。なんかついてのアスタリスク、なんかが0以上っていうような意味になるので、これは実行していただくとエラーになると思います。ドットアスタリスクとかだったら大丈夫で、多分それの選択肢もあったんですけど前に。はい、でちょっとプロローグに対応してエピローグということで、パールを使って無事 D を実行できましたよっていうような話があった後で、最終課題ですね。もうこれで最後です。最終課題ですけれども、これも、いくつかレベル段階分けさせていただきました。で、やれるところまでやっていただければいいなと思っています。まず一番基本編ですね。ファイル読み込み出力っていうところはやっぱり1回は書いていただきたいので、ヘアピン .fa を読み込みで開いて、1行ずつ読み込んで開業コードを削除して、それをそのまま、それに開業コードをつけて出力するっていう、読み込んでそのまま出力するみたいなことをやっていただくっていうのが基本編です。で、これをやるためにはこんなスキルがいるよっていうのをちょっと右上に赤で書いてますが、変数配列条件付き処理繰り返し処理ファイル入出力正規表現、これ全部入っている課題になります。で、これこんなの楽勝だよできちゃったよっていう方は、そのややなんっていう次の課題がありまして、今度は、ファスターなんですけれども、
その読み込んだ行が ID 行かそれ以外か調べていただいて、 ID 行ってあの頭が大なりで始まっているのが ID 行ですけれども、で ID 行だったら開業コードつけてそのまま出力してください。で ID 行じゃない場合はああそっか、ちょっとあんまり説明が良くないかもしれないですけど、これ何したいかっていうと、あのヘアピン .fa って配列行が複数行にまたがってたと思うんですが、配列を1行にしてほしいっていうことです。あの配列、延期配列の中に入っている開業なしで ID 行、配列行、すごい横長くなると思いますけど、配列行1行あって、次はもう違う次の ID 行で、配列行またすごい長くなってみたいなのを出してほしいっていう課題です。で、あのそれでも物足りない方、この辺は あまりもうやっていただこうとは思ってないんですけど、念のために用意している感じで、それでも物足りない方は、この辺のハッシュとかも使ってみましょうということで、ヘアピン .f を読み込んでいただいて、 ID だったらあの ID をキー、配列を値にして、それを ID2 シックっていうハッシュに入れましょうと。で、あの全部ハッシュに入れるだけ入れといて、最後にそのハッシュの中身を全部あのバーって出しましょうみたいな課題ですね。ハッシュが出てきます。で、あの一番難しいやつがこの応用っていうやつで、あのその中から特定のマイクロ RNA だけ抜き出したものを作りましょうっていうことですね。で、なんかもう仕様いろいろ書いてますけど、ちょっと読むのも嫌になるぐらいだと思うんで、これ本当にあの本当に時間余っちゃっても暇で暇でっていう人だけあの読んでやってみてください。で、ちょっとあの意味わかんないよっていうところあると思うので、そういうところは聞いていただければと思います。はい、それではあの休憩して、各自休憩していただきながら5時ぐらいまでこれやっていただいて、その後答え合わせをして終わりにしたいと思います。ではお願いします。すみません、パールの Q っていうのがよく最初のやつはよく分からなかったんですけど、はい、パールの Q っていうのは何を調べますか。開業コードを削除して開業コードをつけるっていうのは、なんか無駄なことしてるんじゃないかってことです。同じものが出てくればいい。あ、そうですね。はい。ただあの一応あのなんていうか、今後もあれなんですけど、ファイル読み込んだ直後にも開業コード削除する癖をつけていただきたくって、で逆にプリントするときには開業コードその時つけるっていう風にしていただきたくて、ちょっとこれだと本当に削除してそのまままたすぐつけるっていう感じで意味はないんですけど、一応削除と負荷はしていただきたいっていう感じですね。はい。あのちょっと説明足りないと思うので、どんどんあの聞いてください。やれそうな方はどんどん始めていただいて、でかなりさらっと流してしまったファイル入出力のあたりのコードをあのとりあえず真似て打っていただければ読み込めたりするかなと思うので、はい、5時過ぎましたけれども、1個目終わった方ってどのぐらいいらっしゃいますか。1個目終わった方、あ、割と、あ、全部終わっちゃった方、あ、あ、すごい。じゃあ2個目終わった方、あ、そうですね、どうしようかな。とりあえずあの1個目は皆さんあのなんか納得して帰っていただきたいので、1個目の答え合わせだけちょっと今やっちゃおうかと思うんですけれども、よろしいですか。でそれ以降はあのもう何ですかね、有志といいますか、あの結果が気になる方はあの残っていただいて、もう1
1個目できたらあの OK にしていただいていいかなと思ってます。ファイル読み込むっていうところ結構あの大事なので、とりあえずじゃ あの1個目、すいません、これあのご説明足りなくてあのたくさんご質問いただいちゃったんですけど、あの出力先はこのファイルじゃなくて画面で大丈夫です。すいません、それちゃんと言ってなかったので、あのその辺のご質問もいっぱいあったんですけれども、hairpin.fa っていうファイルを読み込んで開業コードを取って、で開業コードをつけてプリントするっていう流れですね。こういう感じになります。であのインターネットで検索していただくと、このパールやっぱりかなり柔軟なので、このこれをするだけの処理でもいろんな書き方してる人いると思うんですけど、あの好きな書き方で慣れてる書き方で大丈夫ですので、何か一個自分のファイルを読み込んで何かこうやるっていう処理を、あの型を覚えていただければいいかなと思います。あの開業コードは取った方がいいと思います。最初にあの開業コードあると正規表現とかちょっと使いづらかったりするので、これは取ってもらうように癖をつけていただいて、で、ちょっと補足しますと、あのこのドルアンダーバーっていう変数、特殊な配列ですので、あのこのファイル読み込んだファイルの 中で、例えばですね、ちょっとこここれは出ないかな、あこれは出ないな、すいません。なんかあの省略するとドルアンダーバーを読んだのと置き換わってあの実行されるみたいなのがあって、あのこれだとちょっと開業コードつかないであんま良くないんですけど、あの例えばチョンプってこれ関数で、実はのターゲット指定しないといけないんですけど、これ実は省略した書き方してて、ドルアンダーバーから開業コードを除くっていうようなことをしているんですね。あの対象がドルアンダーバーになります。そういうようなことはあのちょっと省略した書き方になっていまして、ただ割とあのこれが主流というかよく書かれる書き方なのでご紹介しましたが、あのなんかこんなようなものです。このレベル1についてご質問ありますでしょうか。何でも。ファイルハンドルの名前とかもあの何でもお好きな名前で大丈夫ですし、ちょっとあの流派によってはあのここ変数にしないというか、あのマイドル変数名じゃなくて大文字の FH とかっていきなり書く流派もあるんですけど、ちょっと私それ書いてたらそれあんまりあのかっこよくないよって言われて、あのこれ流派になってるんですけど、なんかそういういろんな個人の好みもあったりして、書き方はいろいろあると思います。1個目大丈夫ですか。こんな感じで、じゃあ2個目いきますか。2個目以降あんまり興味ない方ちょっとあれ申し訳ないですけど、まあまだちょっと時間大丈夫だったらあの聞いてってください。じゃあ2個目いきますね。2個目が、ちょっとだけ機能が増えまして、ちょっとこの辺行削っちゃいますね、見づらいので。ここまでですね。なんかフラグっていう変数使っていますね。でこのヘアピンファーを読み込んでるあたりは一緒で、開業コード取ってるのも一緒ですね。で、正規表現出てきました。if 読み込んだ行が、
頭が大なりで始まってたら、これあの ID 行だったらっていうことですね。で、あの if じゃなくて else だったら、これ ID 行じゃなかったらってなるので、今回 ID 行かそれ以外かしかないので、 ID 行じゃなかったら、プリントドルアンダーバー、あの中身開業コード取った中身そのまんま出すっていうことにしていて、でこの中がちょっとややこしいんですけれども、フラグって最初0って設定してるんですけど、 if フラグが1だったら、まず開業コードをプリントしてくださいって言ってて、その後にあのこの本体 ID 行本体を開業コード付きでプリントしていて、フラグイコール1としています。これあのどういうことをしているか理解していただきたいんですが、あの最初の ID 行になった時はフラグが0なので、ここ実行されないです。いきなり中身が出力されてフラグが1になります。で1回でも ID 行を取ったらここ来てフラグ1になるので、1回1になったらもうこの間1になりっぱなしなので、2回目以降はこっちも適用される、 ID 行が2回目以降はあの自分のプリントの前に頭に開業コードがつくみたいなことでちょっと今回やっていますけれども、この辺ももっとなんかかっこいいやり方きっとあると思うので、あのこんな風に書いたらもっと分かりやすいよとかっていうのがあったらぜひ言ってください。で、あのちょっとさっき の, あの続きなんですけど、ドルアンダーバー省略できるよっていう話はこの辺とかですね、このプリントドルアンダーバーとか、プリントだけにするとプリントドルアンダーバーと一緒になります。あとあのこの正規表現のドルアンダーバーイコールニョロっていうところもここまで削っちゃっても大丈夫になります。ごめんなさい。こうするとドルアンダーバーに対する正規表現チェックになるので、あの同じ意味になります。で割とこういうふうに書いてるプログラムが多いと思うので、これいいの出てきたら、あなんか今読み込んだ行に対して正規表現チェックしてるんだなと思っていただければ大丈夫です。一応動くか確認しますね。あ、怒られた。あ、9か。あ、動きましたね。大丈夫そうですね。あの塩基配列が1行になってますね。はい。ちょっとそのフラッグのところがあんまりよく理解できなかった、はいはい、これを設定しなかったら動かない。あ、これなんでやってるかって言いますと、あのうーん、すいません。元のファイルがこんな感じじゃないですか。あ、でごめんなさい、ちょっと開業分かりづらいので、でここで開業入ってますっていうのをあの持ってきたいのが、ちょっと結果イメージあんまりうまく伝えられてなくてすみません。 ID1 で、こういうふうにしたいんですよね今回。それで、そうするためにはどうするかって言ってると、あそこのエルスの方を見ていただきたいんですけど、エルスって延期行じゃないですか。延期行の時はもうあの開業入れないでとりあえずプリントみたいにしているので、ちょっとこれに置き換えてみていただくと、あのこの行に来た時ってこれパーって書くんですね。で
次の行行った時も続けてバーって書くんですけど、改行してないんですよ C に。だから ID 行で何とかするしかなくって、次の ID 行に来た時にこの ID 行の頭に改行コードを入れてるっていう感じのイメージになります。ただあのそれ一番最初の ID 行でやっちゃうと、ここに1行改行あの空白行できちゃうので、それが嫌だっていうことで2個目以下の ID 行の時だけやるっていう、ちょっとややこしいそれでちょっとややこしくなってるんですけど、趣旨はそういう。みたいな感じになっちゃうんですけど、ID 行の一番 ID1 のところの上に1行入れたくないっていうのは分かるんですけど、それがなんでフラグ0とかが付けばできるものだとし、あフラグがまず、はいはい、あ、すいません、あ、出してみますか。今言ったのはフラグのところのコメントのやつを今これコメントアウトしてやって実行してみたら、まあ、みんな分かりやすいんじゃないかということでそれをやろうとしているという状況です。フラグがない世界、あうん、これだと頭の改行も入んなくなっちゃう。こうですかね。あ、そっか。じゃあこうしよう。ID 行だったらもうあの最初にまず改行して、その後 ID 行自分自身をプリントしてもう一回改行をつけるみたいにするとどうなるかっていうのをやってみます。そうするとですね、ちょっとあの流れ結果流れちゃうので、あの頭だけ結果の頭だけちょっと出しますけれども、あでもそれでも結構流れちゃいましたけど、ちょっとじゃあごめんなさい、ファイルに出します。そうするとあのあごめんなさい、もう繰り返しになってますけど、最初の1行が空白になっちゃってて、あそっか、そこまではあれですよね。はいはい。でなんでこのフラグを使うとそれができるのかってことですね。ごめんなさい、ちょっとそうですね、どういう感じでご説明したら分かるかな。素人なんでなんでフラグがいきなり出てきたのか分からない。素人なんでなんでフラグがいきなり出てきたのか分からない。フラグっていうものが何に使われているか、あの ID が1回目の ID なのか2回目以降の ID なのか区別するための変数を1個フラグっていう名前で作っていて、それはあの0か1しか入れないことにしているんですけど、心の中であの自分の好きなようなあれですけど、フラグは最初0で ID が2個目以降だったらフラグが1になっているような風に制御して、それであの ID が1回目なのか2回目以降なのか区別するためのなんですかね、なんか記録を残すための変数みたいな感じで使ってます。わかんないすいません、あの同じとこわかんないっていうか、ここを説明してくれたらもしかしたらわかるのかなっていうところなんですけど、改行コード消して、if で、先頭が、大なりだか小なりだかどっちか分かるかもしれないですけど、それだった時に次に if フラッグイコール1って、そのフラッグイコールフラッグが1の場合はっていうのの、その時のフラッグは何が1なのか何が何なのかを指してるのかが
かりました。じゃあちょっとフラグっていう名前変えてみましょうか。ハローでも花子でも一緒なんです。あ、いえ、伊豆セカンド ID とかにしましょうか。そういう問題じゃないのかな。ID 行に来た時にこの ID が最初の ID なのか2回目以降の ID なのかっていうのを、そうか、それは繰り返しになりますね。なんかその ID 行のところだけなんかその フラグのエコーをして見せるとなんかいいのかなって。ありがとうございます。そうしましょう。じゃあ ID 行だった時にフラグのその ID 行に来た時にフラグが何になってるかっていうのをちょっと出してみますね。これIF の中って ID 行に来た時じゃないですか。 ID 行に来た時にプリントフラグ開業でで、もうネクストしちゃいます。次行くっていう風にしちゃうと、でこれちょっと流れちゃうのでヘッドでやりますが、ヘッド3ぐらいにすると、あ、来られた。あれ、ごめんなさい。この辺り皆さん誰か客観的に見てコメントお願いします。あ、そっかそっか、これ消さなきゃだ。多分単純に普通に考えると、うん、どうやってクの反対の、はい、不等号を、うんうん、頭が不等号だったら、うん、改良をつけて、うんうん、そうじゃないと改良つけないというふうにやった例を、うんうん、さっきは頭に逆サラ N をつけて出しちゃったんで、先頭の1行が、開業されて空白で、あとは、まあ、期待通りに答えが出ちゃってるんで、はい、別にまあいいかなぐらいの感じで、ただ先頭のやつは覗きたいから1番目と2番目以降の、その総合をどうにかしたいっていうふうな発想になっちゃうんですけど、多分それより前なんかにまず何も教えないで不登校があったら改良して単純にプリントしていくっていうのをやるとどうなるか、まあ期待じゃない形になっちゃうわけじゃない、はいはい、それを見ればあ、やっぱり1番目と2番目にこう変えてあげないといけないって言って、そのプラグの発想が必要になってくるっていうのがいいんじゃないかな。ちょっと飛躍したって感じですかね。 1段階もうそうなることがもう最初に分かっちゃってるじゃないですか、うん、だからフラグをいきなり立てなきゃっていうことになるんですけど、多分普通に 何も考えないでやると、うん、とりあえずその不登校をついてるから開業してするっていうふうに多分書きますよね、ここで、うん、でそれをまず実行してあげると、なんで変な形になって自分の期待通りにならない、なぜなんでだろうっていうのが次に役立てにつながってくるのが勇気者。ありがとうございます。おっしゃる通りで、ちょっとなんか2段階くらいちょっと飛躍しちゃった感じで、でもそれはOK なんですよね。それは了解で、あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。私が書いたやつだと、小なりがついてから前後に改行を入れるっていうのはできたので、ID の一番上部分、なんていうんでしょう、奇数のその、ID の1行目と2行目以降を区別するやり方がわからないので。はい、奇数でフラグを、多分フラグという表現が馴染みがないということかと思いますので、現在の行番号という変数にしたらいいんじゃないですか。
て、一番なら鍵を入れない、あ1行目なら鍵を入れない、2行目以降は入れるみたいなプログラムにしていただいて、そしてまあ2行目以降は要するに0、1だよ、1行目は0だよっていう、そうですね、書いていただくと分かりやすいかな。例えばラインナンバー、行番号をあの1行進むごとに1増えていくみたいな変数を用意したとして、ファイル1行を読み込むたびに、これが1個増えるみたいなのを考えていただいて、でそうした場合に、ちょっと LINE ナンバーが1の時だけ、あ、ごめんなさい、イコノット大なり1かな、1以上の時だけ、1が1行目はここ入らない、これなら分かりますか。あ、この方が分かりやすいですね。はい、ちょっとしたすごいちょっとした質問なんですけど、うん、これ今頭が、あの頭がこの文字だったら解決するってやってるじゃないですか、はい、これ全部 ループで終わってますけど、ケツが P ならってやった場合も結果は変わらない、その行の文字の最後がこの文字だったら解決するってセットにしても別に解決はしないですかね。末尾、はい、あ、そう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 、 ID 行の末尾が P、 あ、そうそう、やっても変わらない、うん、ちょっとすいません、 どんなデータでしたっけ。ああよく見てループの P が、あ、1行目だけじゃないですよね、でも P なのは、あ、ごめんなさい、ここのところですか。あ、そうです、ここ、あ、あの、まあかなりデータ依存になっちゃうんですけど、使う、今回使うファスタが全部 ID の名前が、お尻が、例えばちょっと P だけだと不安なのでループドルぐらいにした方がいいかもしれないんですけど、あの全部この名前で絶対終わってるよっていうんであれば、あの大丈夫、 OK です、いいと思います。それとも多分空白ができ、それは多分あのそれとはまた別の問題で、ここの ID 行の判別のところのここが変わるっていう話になると思うので、ここがあのこうじゃなくて、え、こういうことですよね、はい、それは多分また別で考えないといけないかなと思います。ありがとうございます。あの、どんどんアイディア出していただいて、はい、いや、ただこれって個人的にはあんま汎用性ないんで使わないといいと思いますよ、はい、あのデスクリプション上でも P っていうふうに限定されちゃうんで、一般的にはその頭がやっぱりそういうあのダイナミックマークで始まるっていうのがマルチファスタなんで、それはもう確実なんで、はい、あ、行番号すごく分かりやすいですね、ありがとうございます。そして一般的かもしれないですね、行番号って必ず1行増えるごとに1個ずつ増えてきますもんね、うん、行番号だったらとても分かりやすいので、うん、ありがとうございます、うんうん、さっきのとはやっぱり違うやり方なんです。そうですね、あのフラグ立てるってどういう時かっていうと、例えば ID 行行きまして、はい、ID 行の RNA の名前とか調べて、それが見たい RNA だった時だけ配列を出すみたいなことをしたい時とかに、あのちょっとフラグとか、フラグって結構オンかオフで、あのすいません、うまく説明できないけど、なんかあの求めたい条件になった時だけ値を変えるみたいなために使う変数で、あのそれをそれであの条件式を分岐させるような時に使うんですけど、そうですね、今回の場合は2行目以上か以下かみたいな状態でフラグを使ってるんですか、うんうん、で 2行目より下だからフラグは0、
2行目以上ならもう1にする、そういうルールでその先生が振っていただいたので、あのプラグって使い方に、実際そのもうファイルナンバーが2以上だったらもう何でもいいんですよ。2だろうが3だろうが4だろうが、まあプログラムに影響はないので、まあ2以上か2以下かで判断しましょう。じゃあもうプラグの0か1かだけでそれを表記しましょうってしたのが最初のプログラムというのでよろしいですか。逆に混乱しましたか。そうですね、あのでもなんか こういう変数名フラグってそのものズバリじゃなくても、割とこのフラグ、今使ったフラグ的なものを使うプログラムっていうのはあの一般的なので、もしあのもうちょっとあのはっきりさせたいようだったら、あのインターネットでプログラムフラグとかっていって調べて例を見ていただくと、多分あのもっと分かりやすいものがあると思うので、あなんかあのなんですかね、こうサーチしてって条件にヒットしたらピコーンってなって、ピコーンってなってる間だけなんか処理実行して、それがあの条件から外れたらもうやらないみたいな、そういう時に使うようなものを最初にフラグゼロってやっておけば、うん、小なりがついたら ID 量ってことなので、うん、マッチするんで、このマッチ、はい、あで別にあの0がオフで、あフラグの0がオフで1がオンってわけでもないですよね。逆でやったりすることもあります。はい、私は1がオンになる。もしくはそのラインナンバーじゃなくて、ラインナンバーじゃなくてその MIRNA の数とかでもいいと思うんです。だからラインナンバーだったら、あの最初にプラスプラスしてますけど、あのヘッダー行、ヘッダー行というか、大なりのところ行ったら、あこれマイクロ RNA の名前だ、プラス1しよう、で1個目のマイクロ RNA だから改行しないようにしよう、2個目以降はしよう、結局それも、この辺はもう本当に人それぞれで。ただなんかあの割と一から考えるよりは、あの他の人はどんな感じで書いてるのかなっていうのを見るとあの参考になるじゃないですか。なのであのまあ何かあった時には思い出していただければ、あのいつかフラグがお役に立つ日が来ることを、はい、お祈りしています。ID だけで数えて1番目ってできるようにして、あはい、やってみてください。ありがとうございます、貴重なご意見ありがとうございました。ちなみに僕もあれですよ、僕も一番最初の服部先生のやり方にいつも僕も使ってます。でそっちに1票です。2票入りました。R でその、入力バッファから1行だけ先に取ってしまうというようなことはできるんでしょうか。できます。そうでしたらその1行目と2行目を同じループにするのではなく、1行目だけ先に表示させて、はいはい、あとあの法文で統一的にその ID 行はまず最初に改行を入れてというような構造にもできるのではないでしょうか。はい、そうですね、それもありだと思います。あのホワイル入る前にあのただ多分あの難しい、その方が理解難しいかもしれないですけど、はい、ここで1個あの1行だけ取っちゃってっていうのは、はい、できると思います。はい、皆さんそれぞれ の, なんかあのやり方のやつを私に送っていただければガンガン出せますので、よろしくお願いします。あの本当にこれがベストでは全然ないので、いろいろ書いてみてください。で何がベストかっていうのも判断難しくって、短ければいいのか分かりやすければいいのかあのっていうのはないので、あの正しく動けばみんな正解です。はい、ちょっとじゃあ3つ目ぐらいまでいっときますかね。まだもうちょっとお時間大丈夫ですかね。
3つ目はここまで1番目と2番目は読み込んでもうその場でプリントしてたんですけど、3番目っていうのは1回読み込んだものをその場では出さないで1回ハッシュに入れる TOID、配列を値にして1回ハッシュに入れて入れといて後でまとめてバーって出すっていうような内容になってまして、読み込むところは一緒なんですけど、ごめんなさい、私 ID 行を全部入れてくださいって言いましたけど、なんか回答例だと頭の台内に取ってましたね、取ってます、これどっちでもいいです、大したことじゃないです、はい、違いですけれども、最初に ID っていう変数と ID2SEQ っていうハッシュ作ってます。でちょっと余談ですけど、私ハッシュ名でこういうなんとかつなんとかっていう名前が好きで、ID をキーにしてシークエンスを値にするときによくこういうキーつバリューみたいな名前分かりやすいかなと思ってよくつけるんですけど、この辺も趣味だと思いますが、これID をキーにして配列を値にするハッシュですね。で、ID 行だったら、ファイル読み込んで ID 行だったら、ID の変数に、その ID 行の中身を入れています。で、else。else っていうのは ID 行じゃなかったら、つまりこの場合だと、配列行だったらっていうことですけれども、もう一個、if 文かませてて、ここも、else if、else で言っちゃってもいいかと思うんですけど、ちょっと個人的に ID 行ブロックと配列行ブロックでこう分けたかったので分かれてますが、1階層の if else if else でもいいのかもしれません。で、配列行ですと、配列行の中でさらに、ごめんなさい、これ紹介してませんでした、ハッシュにこのキーが存在するかっていうのを確認する関数がありまして、育児室っていう関数で ID2 seek に今 ID っていう変数に入ってるものがキーの値が存在すれば、この ID2 seek ID っていうこの中の ID に今の読み込んでる配列行をお尻にくっつけてくださいっていう処理をしています。で、存在しなければこれ初めて登録するので配列行を入れてくださいっていうようなことをしていて、で最後にさっき出てきましたホワイル文でハッシュの中身出すっていうところでプリントしてます。コンマ区切りでプリントしてます。この辺もいろんな書き方があると思うので一例ということで、はい、こういうふうにも書けるよ、ちょっと ここの説明もうちょっとっていうところがあったら、いや分からないところだらけ、ああすいません、はい、すいません、じゃあ上からカッコドットプラス、あ、そうか、これそうですよね、ごめんなさい、これはありがとうございます、 言ってないですね、これこれと同じ意味になりまして、ID2 seek括弧 ID にこのドルアンダーバーを連結した文字列をもう一回自分に入れてるっていうのをちょっと省略して書くとこういうふうに書けます。すみません、if 文の中の色紫で出てるなんていうんだ、 ID 行の先頭の括弧上から4行目だと思います、上から4行目の
その紫の、あ、もうちょっと上、もうちょっと上、あ、もうちょっと下の、テンプラス、あ、それそれ、あー、あ、はい、ここちょっとさらっとやっちゃったんですが、あの正規表現で、正規表現の中でマッチした部分を取り出すことができまして、こういうふうにしていただくと、あのこれ正規表現があって、頭が大なりで始まってて、なんか文字がいくつかあるっていう、そのなんか文字がいくつかあるってとこをカッコで囲ってるんですけど、このカッコで囲ったところっていうのがドル1ドル2ドル3ってカッコの数だけあのドル1とかで取り出せるんですね。あの何かっていうと、その ID 行のこの大なりの後ろに続いている文字列を全部 ID っていう配列に突っ込んでるっていうことをしています。でもごめんなさい、これちょっとあんまりあの頭の括弧取る意味もないので、これちょっと分かりやすい、分かりにくいようだったら、あのもうこうしちゃって こうしちゃおうかなと思います。これでいいです。今ちょっとなんか何やったかわからなくて、もうあのいろいろ思いつくがままに書いちゃってるんで、ちょっと説明が足りないかもしれないですけど、まあこんなことができるよっていうことでよろしいですかね。あの前のやつを見ながらバーってこう隠しそうとしている方がいらっしゃるんですけど、あの一応このコンフィ資料の一番手前に、あのどうしても難しい場合は PL アンダーバーアンサーというディレクトリに回答例がありますので、まあそれをコピーして実行して、それを眺めるというところは、まあ、あの何人か忘れている方がいらっしゃると思います。よろしくお願いします。あ、でちょっと一個だけお詫びなんですけど、あの PL バーアンサーの中身であの動くのは確認してるんですけど、例えばあのシェルの方とかもなんですけど、ちょっと自分で指定した仕様を忘れちゃって引数で受け取ることって書いてるのに中でファイル名ベタ書きしてたり、ちょっとそういうところあるので、あの皆さんならきっとあのそこは読み取っていただけると思うんですけれども、あのすいません、時間があったら直します。はい、でもあの動くことはあのアンサーの中は全部動くのは確認済みなので、はい、ぜひご参考にしてください。じゃあちょっとあの出力ファイルのところ結構ご質問された方いたので、あのすいません遅くなって申し訳ないんですけど、あの最後の一番最後の課題だけ、あの出力ファイルのところだけご説明させてください。これ入出力ファイル名引数で受けてるところなんですけど、この辺もまああのやりましたので大丈夫だと思います。で、あーそっか、これちょっとあの1回ハッシュに入れてから出すパターンなんで、1個目の読み込み用のファイルハンドル開いて読み込んでハッシュに入れてから閉じて、2個目のファイルハンドル書き込み用に開いて書き込んでるんですけど、あの例えばこれ読み込みながら書き込みたい場合とかって、この書き出し用のファイルハンドルをこことかにあの書いていただければ、この辺でプリントするときにプリント先をこの書き出し用のファイルハンドル指定していただければあの書き出せるので、のファイルハンドル複数同時に開けばあの大丈夫なので、その辺ちょっとあの分かりづらかったかなと思うので、そういうこともできます。あまりリアクションがないのでちょっと不安になってます。大丈夫でしょうか。はい、あとはもう本当にすみません、ちょっと無責任ですけど、ネット上に膨大にあるサンプルを見ていただいて、あの自分の中でちょっと紹介していただくしかないかなと思います。ちょっとあの全体を通してご質問ありましたら、あと時間ちょっとだけありますので、
出力ファイルの出力のところでちょっとあのファイルハンドルのところがよく分からなかったので、あのパールの指定するときに、うん、あのパールっていうのに .pl で、うん、リダイレクトでアウトプットできる、はいはい、それでもいいです。はい、分かりました。あの正規表現の中に変数っていうのは入れられないものなんですか。その例えば一番最後の場合で MIR の25っていうのを引数として与えて、でそれにマッチするものを貼っていくとか。ちょっと待ってくださいね。入れられるんじゃないですかね。あ、ごめんなさい、これ全然変数使ってない。こういうことですよね。あ、入れられますね。はい、解釈され展開されるみたいです。ありがとうございます。よろしいですか。もう今日買いますよ。大丈夫ですか。何か2日間まるまるやって初めてですかね。どうですか、まるまる2日間やったのは初めてですか。いや結構最近、はい、ヘビーな、あの1週間ずっとトレーニングとかあったので。あの今回皆さん、あのちょっと私が想定していたよりも非常にあの進行速度が速くて、ちょっとあの早く終わっちゃうかなってドキドキしてたんですけど、いろいろあのこんなのはどうだとか、あの補足もいっぱいいただいてとてもあの勉強になりました。ちょっといろいろ私自身勉強不足で、あのお答えできなかったところもあるかもしれないんですが、ぜひあの今インターネットという便利なものがありますので、あのご自身で調べるとい こう前のめりに行くあの癖をつけていただくと何事も上達すると思いますので、ぜひこれをきっかけにシェルスクリプトとパールスクリプトをあのなんか使っていっていただければとても嬉しいです。では、あのどうも2日間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。